バナさん、声のチェック大丈夫ですか？これ何？これで OK でいいの？あ、OK ですよ。一応テーマ打てたら打ってください。あ、効果音。ラインはどれだ？ライン。もう始まりますよ。バンバン。効果音を鳴らしたい専門。でもやはり上か。これチェック大丈夫ですか？多分大丈夫。マジっすか？LINE を入力。なんかすごい角度持ってる。ね、新しいね。すごいなんか。珍しい角度。もう俺はもう切れてる。ちょっとだけこう、ちょっとだけこうで、自分にこうできますか。2ミリ、3ミリぐらいですか。あ、いい感じですね。いい感じ。はい、いい感じです。そろそろ始まる、はい、大丈夫です。音量大丈夫か。あと20秒です。声大丈夫ですか。チェックします。もう間に合わないですか。ぶつけていくよ。あと20秒。マジっすか。あー、そんな、まあいいか。もういいや。ぶつけ。10秒。5 4 3 2。エビックの、びっくりレイディオ。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社 ABIC、 片岡解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたします。あれ。さあ、今週もこの時間がやってきました。はい、皆さんお元気でしたか。はい。ひょんなことから映像制作会社 ABIC で知り合った4人のメンバーがお届けするトークバラエティ番組、ビックリラジオ。バナです。ひとみんです。サンチェスです。タカミーの4人でお送りします。はい、この後8時まで、20時まで私たちと一緒にこの1週間の嫌なこと全部笑い飛ばしましょう。11月18日、今日本日第59回放送のタイムシフトはこんな感じです。7時3分頃からは、フリー&テーマトーク。今週のテーマは奇跡です。ちょっと前にこんな奇跡がありました。それまでの軌道、奇跡が本当にすごくてこんなことあるんですね、などの奇跡にまつわるお話や普通音などコメントやメールを募集しております。7時22分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載です。7時35分頃からは月1コーナー四字熟語で遊ぼです。私ひとみんがお届けする月1コーナーとなっております。お楽しみに。7時50分頃からはエンディングでもリスナープレゼント、この日の投稿の MVP を決めるびっくりショート、最後までお楽しみが満載です。はい、番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmgirowan.com、 avic@fmgirowan.com までお願いします。この放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、リスンレディオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギロワンのホームページをご覧くださいね。それでは ABIC ラジオスタートです。なんか俺変な声してない？うん、なんかうんって。はい、なんかうんって。ということで、待って。
はい、ちょっと今日オープニングからグダグダとしてしまいましたね。まあ久しぶりの4人なんで、そうそうそう、先週ね2人しかいなかった、はい、私は本当に申し訳ございませんでした。いやー大変だったね。大変でしたね。それ大変になっちゃって、すごいですね。いや男2人で、うん、ラッキー小道具、スクラッチという小道具も使ってそうそうそう15分ぐらいでもうないっていう、本当だよね。なくなったんだもん。テーマと全然真逆な状況になっていたよね、うん。なんか、なんですかね、やっぱヒトミンとか、うん、サンチェスさんがいると、うん、なまあ、下ネタとかも盛り上がっていってもブレーキがあったり、うん、乗ってくれたりとかなんですけど、やっぱ2人だと、はい、ちょっと下ネタ行きそうになった時あったじゃないですか、うん、バナさん、覚えてます？ただ、なんか結局、怖くて、なんでよ。どこまで、ね、やめとくみたいな、なんか、なんね、こっち早かったよ、ね、逆にね、なんか抑止力が働き、そうそう、あれさ、うん、ちょうど、私、その日、まあ、ロケだったから、そうそうそう、間に合わなかったんだけど、うん、そのロケの帰り、ロケ車の中で聞いてたんですよ。うん、はい。で、タカさんももちろん聞いてて、はいはい。ね、高見のあの下ネタ発言の時に、パンツですか？いや違います。チンポジでしょ？チンポジでしょ？マッキーさんの時でしょ？そうそう、チンポジ大事の話。そうそうそう、その時に、ね、もうね、タカさん大爆笑だよ。嬉しい。運転してたんだけど、今日その日はタカさん、はいはい、運転前 見れなくなるぐらい爆笑してた。めっちゃ嬉しいですけど。よかったな。はい、よかったな。ただ自分はここで止めたんですよね。そう、あの時だから、そう、止めたからさ、マッキーさんと3人喋った時も、うん、なんかわかんないですけど、うん、なんだろう、恐怖があって残念がってました。回す側だったんで、うん、あんまりちょっとゲスト来てるから、はい、自分たちのね、この飛ばして、うん、ちょっと脱線しがちになると、うん、ゲスト置いてかれるかなみたいな、確かに久しぶりすぎてマッキーさんも言ってくれたし、一人でね全部回すとなるとね、そうそうそう、大変になるからね。大変だったね。でも孫悟空ばっかでしたね。ドラゴンボールばっかでした、ね、それも分かりきったことだよ。服装もね、あといじりましたよ。こんなにプロフィール画像変わるんですねみたいな感じで全部しましたよ。うん、あれは私も思ってた。こんなに見てくれてるんだ僕のことっていう勘違いした受け取り方してましたけど、あなたがめっちゃ変えるから僕ら見てるだけで目に入っちゃうんですか、うん、たまにメール送ってますよっていうことを言ってくれたんですけど、うんうん、ただ、うん、ね、しっかり実はメール俺いじってるじゃないですか、うん、メール来たらもそれ知らないんで、そうなんだ、よかったなと思って、その返しいじりを聞いてないってことで嬉しかった。いやでも仲悪くならない。まあまあでも面白かったです、うん、本当に、うん、なんかいつものエイビックイラジオとは違ってて全然違う。さんは戸惑ったかもしれないですけど、入り口真面目だったからびっくりした、うん、そう真面目だったね。トランプあんな感じ、あんな感じよ。大統領だから最近の近況でトランプさんがなったりとかの話を俺がするっていう、真面目だな。やった瞬間にあまりの真面目さに、真面目すぎますねって自分でツッコミ入れて、ノリツッコミ入れて、誰もいないから、うん、もう恥ずかしい、この上なしっていう。でもやっぱりね、うん、下ネタを、うん、拍車をかけてるのはやっぱサンチェスさんと私なんだなって思った、うん、そうかな、うん、なんか材料がいるさ、私。材料ね。そう、材料がいるからサンチェスさんがやっぱも盛り上げちゃう。調理しやすいってこと。そうそうそう、うん、なるほど。もっと言いたい、本当はもっと言いたい。でも結構言ってますよ。あ、そう言って、思ってるよりは言ってますよ、うん、で本当は言いたくない。そうなんだ。俺は本当は真面目だからいや真面目ですけど、うん、でしょ。もうね、悪ふざけしてやってたら多分成り立たないで、番組みんなちゃんとあの常識ありますから、はいはい、一応ね、抑えながらだけど、抑えながら、ね、まあ、今日はちょっとサンチェスさんはあの病み上がりということで、うん、まだちゃんと声が完全じゃないんだよね、なんか、うん、あ、でも聞いた分にはそんなにいいですけど、ちょっとね、咳き込んだりする、うん、なんかね、少しテンションが低めのサンチェスさん、本当はもっと大声で喋りたいんだよ、うん、今日は控えめに行きましょうか。控えめに行きましょう、うん、ということで、はい、今日のテーマが奇跡ですが、うん、聞こえてないですね、あのね、効果音が聞こえてなかった、シャキンってあったの、ボリューム上げられる、結構上げてるけど今日はね、効果音を持ってきたんで、はい、ちょっとそういうのも楽しみながら聞いてみてください。楽しみだな。はい、じゃあ改めて今日のテーマ、奇跡ですが、奇跡、うん、はい、奇跡、奇跡、奇跡ってさ、うん、なんかいろいろちっちゃいことでもいいけどさ、うん、あ、いいじゃないですか、うん、いろいろあるかなと思うんですが、いっぱいあるよ奇跡は。俺はもう奇跡といえばっていう、うん、奇跡ってなったらこれが出てくるっていうのがあるんですけど、うん、それはじゃあ取っときますか。え、なんでよ、言おう言います。いや、自分の中で奇跡って言ったら、うん、まあいろいろあると思いますけど、ミラクルもあれば、はいはい、まあ足跡をたどる奇跡もあれば、はい、神秘もあればってありますけど、うん、もう自分の中では奇跡のコラボっていう、はい、奇跡のコラボ、奇跡のコラボっていうのがすぐ出てくるんですけど、はい、例えば、うん、
この歌手とこの歌手が奇跡のコラボみたいな、うん、あとこの食べ物とこの食べ物が合わなそうに見えて合わせたらめっちゃ美味しいとかあるじゃないですか、あー、わかる、はいはい、なんか最近だと宇多田ヒカルさんがアルバムを出したときに椎名林檎さんが、まさかの椎名林檎さんがフューチャリングして一緒に歌うとか、うん、同年代に多分デビューしてるんですよ、椎名林檎さんと宇多田ヒカル、あの浜崎あゆみさんとかもそうですけど、はいはい、2年前ぐらいに宇多田ヒカルさんのカバーアルバムでカバーするみたいな曲を、はい、昔だとありえないじゃないですか、うんうん、2人ともアルバム出てたりとか、うん、そういうのが奇跡のコラボっていう部分で、なんかそういう奇跡って結構身近にあるなと思ってて、あるよ結構ね、身近にあるんだよ奇跡は。小室哲哉と YOSHIKI みたいな、ああしたんすか、してたよね、なんか写真なんかそういうのなんか うん、やってるんですよね、昔やってたんですよね、ビジュアル系の格好してた、マジっすか、気になるぞ。アニメとかもあるじゃないですか、コナンとルパンとか、あはいはい、そういうなんかありえない、今だ昔だとありえないなんか奇跡と、ね、奇跡のコラボね、はいはい、もう、もうコラボなんですけどもはや、うん、そういうもはやコラボだしねいやいや俺びっくりしてるんですから、何がですか？ポッ、いやお菓子でもあって最近ちょっと前にあって。何何何？いやポッキーと午後の紅茶のコラボがあったんですよ。あ、それ本当にあったの？味でしょ。味の。はいはい。とそれとかありえなくないですか？だってポッキーと紅茶ってありえないじゃないですか。なんで、まあ、合わせるのは別々に買って食べるんだったらじゃないですか。あれあの合うんですけど。紅茶味のポッキーってこと？とかですかね。紅茶チョコってことですか？絶対美味しいでしょう。絶対美味しいでしょう。うん。あ、ごめん。でも思いつかないじゃないですか。何今の？プシーって言ったじゃない。思いつかないなーと思って。笑エロエロかったね今の音ね。プシーって。どんな解釈よ。プシューって。すっごいスカシッペ音が聞こえてるけど。プシューって言ったよ。奇跡の効果音出すなよ。っていう変な言い方してる。なるかな、ならないと思ったらなっちゃったかびっくりした。あとびっくりしたのが、うん、こんなに降って誰も食いつかないっていうね。何を？俺のこのちょっと。こんな奇跡のコラボなんか出てくるかなと思ったら誰も出てこないっちゃ、意外に奇跡っていうコラボだったから、そうね、そうそうねって、いやでも俺結構奇跡感強いやつ出したけどね、なんかちょうだいそのもっと奇跡感があるコラボってやつを、すっごい喋りたくない、なんで何そのハードル、なんかもうあこれ奇跡だなっていう、あーでも異色感、異色感とかか、異色名、うん、別々の異業種間コラボとかか、うん、異業種間コラボ何それ、なんか ありそうでしょっていうのも泳いでんだなんかこの会話をしだしたのが奇跡ですねもはやこのタイミングでやる奇跡よくわからないよくわからんなもはやよくわからん、まあ、コメントいろいろ来てるんで見ましょう、ね、どうぞ読んでください、あのアニマ兄貴、お姉さんになってるけど、お姉さんになってるね、本当だ、アイコンもなんか、あやべえまだ俺家だよってやばいやばいって早く早く、大丈夫、このコメントいらない、大丈夫だ大丈夫だ間に合ったら奇跡ですね、やばい、うんうん、どうした、まさかの何、桐谷美玲さんじゃなくて、うん、次は鶴さんから、はい、来てますね、お来てる、こんばんは、 あの時助けてもらった鶴です本当にやっぱ奇跡って起こるんですね、あの時助けた、まさかあの時やつですよ、サンチェスさん、鶴、 奇跡あの時の鶴です、あの時の思い出しましょう、あの時思い出しましょうどうですかダメですかダメか、ケインさんから声いっぱい来ましたよ、はい、ありがとうございますね、奇跡ですね、うん、ありがとうございます、もう無理やり奇跡つなげようとしてるけど奇跡だ、はい、AKB ファンさんも今日も来てますね、hey, hey, 皆さんこんばんちーす、はい、ありがとうございます、ポッポー、なんか俺ダメだなこれ、え今日は、ね、ポッポーがなんか生きてない、うん、ポッポーで1週間前まであの目玉の味の声も出せないし、はい、猫のモノマネもできないし、もう最悪だったよ、ごめんね、ヘリウムガスのせいだったのかな、いや違うんじゃないけどなんかあのちょうどその時トミトンに行ったわけ俺、はい、でも喋れないんだけど、そしたら龍神マブヤのオフィシャルショップがなくなってたわけ、あら、はい、デイジショックと思って、はい、いつ亡くなったのか気になったから、うん、隣の店員さんに聞こうと思ったけど喋れないからその携帯のメモにマブヤショップいつ亡くなりましたかってこうパッて見せたわけ、はい、そしたら店員さんがあー3 months ago って言ってる、はい、一応日本人ですけどみたいな、いやそう思いますよ、なんでよ、しょうがないよそれ、そう思いますよあ、maybe 3 months ago って言ってるわけ、あ嬉しい、そっかそうなるよね、そういう奇跡の話ですよ今日、そうそうそう、一応口パクで Thank you って言ったって俺は、なんで一応もうそういう風にねここでありがとうございますって言ったらあれさ、はい、だからまあ一応口パクで一応口パクパクしながらThank you って一応言ったよ、あ言ったんですね、言った言った、そんな見える外人に、
見えますね。マスクつけるんでしょ、うん、で喋らないんでしょ、見えますね。で日本語のこれメモ帳を見してマビアショップはいつなくなりましたか、それがだからなんか何かのちょっと調べてやっそうそうって思ったんじゃないですか。あー、ケイさんも来てる。トミトンにあったマブヤショップ。俺もいつの間にか閉鎖してたの。びっくりしました。俺ぞ。ほんとショックっすよね、これ。ねえ、ほんとですね。グッズ買おうと思ったらないんだよ。へえ、そんなに。それはどうしたらいいわ。めっちゃ切れてるけど、今気になるこれだけしかないですか。オフィシャルショップはそこしかない。え、マジで。もう、ほんとに現実突きつけていいですか、うん、あの、ニーズがなかった。そんなこと言ってない。ニーズあるだろ、マブヤは沖縄の企業だろ。供給に対して需要がなかったっていう、ほんと、それしかないですね。マブヤは沖縄の企業だろ。売れなかったんです、うん。そんなことはない。なんかあったんだよ。でも、ここにはまだ、マブヤがありますから、残ってますから。何はいいこと言おうとしてるよ。スタッフのマブヤが、マブイが。だそうですよ、ケンイさん。みんなのマブイの中に残ってるってことだろ。そうです。え、お、心、俺なんか好感度俺殴るなんかないですか。だからもはや殴る。これなんか俺だけなんかかっこよく言って、ああ、びっくりした。言ったよ。あ、そうそう、このケインさんが言ってるけど、はいはい、その代わりに飛行機のフライトシミュレーターのお店がオープンしてて、ちょっと隣に。あ、いいじゃないですか。コックピットに乗ってその飛行体験ができるみたいなところがあって、そこに聞いたんですよ。そこの店員さんに、はいはい、そしたらスリーマンスゴーって言われて、へえ、両方ショックだわ、なんか3ヶ月も気づかなかった俺もいるし、それも運よくペラ日本のやっぱりそこはそういう飛行機扱ってるんでちょっと英語も喋れる方だったんですね、多分ね。なるほど、頑張ってね。夜重なったんですよ、ミラクルが。マブヤショップ復活希望です。やっぱりラッパリショップが入ればいいって。あ、作ろうじゃグッズ。和樹さんがだからね、作ろう。作りたいね。お、ラッパリいるわ。ラッパリ来た。作ろう。いつもいるからね、隣にね。そうだね、一応お利口さんしてるんですよね。うん、もう血でべちゃべちゃだけどこっちも。まあまあいいや、生首だからね。そうだね、いろんなもの刺さってるね最近。だからさ、わけわからんなってる。もうすごいですよ。ピコピコハンマーと日本国旗とかも。だからよ。はい、まあ盛り上がったところで、うん、ここでちょっとあの曲紹介したいと思います。ブレイクタイムですね。いや、もう喋ろうよ。なんでいいの？喋ろよ。ちょっとネタ切れ感あるけど大丈夫。ああ、もっとあるよ。俺たくさんあるよ。でも私が今日曲持ってきたから、はいはい、これは聞かしたい。うん、はい。最近はね、まあ今日はちょっと暑いけど、うん、ね、肌寒くなってくると人肌恋しくなる。うん、あらら。人恋しい？人肌が。ね、ちょっとなりますよね。はい、使ってよ。そういう意味では。そういう意味じゃない。なんかこういうこの曲を聴きたくなるんですよ。うん、今年は暑いですが。ちょっと暖かい曲。暖かいですが、今日はまあ。あの毎年聴きたくなる、この時期に聴きたくなる曲を持ってきました。何ですか。はい、エゴラッピンのアラブソングです。あ、グリーンじゃないんだ。そうでしょ、奇跡で来るかなと思ったけど。あ、ごめんごめん、そのはい、奇跡はありきたり。コメント拾います。エゴラッピン、ちょっと時間ある、うん、コメント。あとはこれなんか音量が難しいですね。すげえ、結構数字で上げなんだけど、これ、あの私が下げたりしてて、そしたら向こうも下げてる。中野町の和樹さん、あれ木曜日だっけって言ってますが、それは12月からですね。そうです、時間帯は。じゃあ今固定しておく、これ。あと、はい、イオさん初見です。そうだ、イオさん、ハロハロ。イオさん初見ってよ。ハロハロ。初めまして。ありがとうございます。初めまして。ポッポー。雑。そういうなんか初めなんかあるさ、あのあるよな、ランチャーのヒーチャーのメンソーレみたいな。これ前も言ってたよ。あ、ランチャーのヒーチャーのメンソーレ。大丈夫だよ。するからまた来てますね。あ、鶴さんから来てる。すみません、今日はノーブラですって。あの時のね、ノーブラか。やばいね、ノーブラで恩返しで来てるの。あの時のブラね、ありがとうございます。あの時のブラね。ノーブラしたらもう舐めるしかないな。なんでよ。もうちょっと乳房以外全部びっちりタイツで着てたんですけど、びっちりタイツ。タイツを着て乳房を探して、ていうかその部分を乳房って、あのここだけ隠れないって言って探してたんですけど、隠せるものありますかって。なるほどね、それで助けたんだ。今日忘れたか、ノブラがいいよやっぱり。あ、でも見えてないからいいっていうのはありますけどね、隠れてるから、うん、ね、パンツと一緒でね、ヤシがすごいわかるよノーブラって。へこんでるタイプのあれかもしれないですよ、乳首が。いや、多分突起だ、突起ってだから。それをあの昨日、あの昨日とか先週の駐車場の下で、あの坂口あんりさんの MLM のそれでめっちゃ盛り上がって。で、もういいはずよ。これいいのかな、放送ダメだよね。大丈夫でしょ、だって。いや、なんかある部分がチェスの駒だっていう話をしてる。それポーンなの。こっちが要はチェスの駒で、俺は全然好きじゃないっていう。で、マッキーさんが言ってたの。え、いや、俺が言い出して、いや、バランスが悪いと。
チェスの駒だ、バランスが悪くて、はい、こ、要はこラジオ向きじゃないこうと、こう言われても分からんけどバランスがこうだから、ビショップとか、そうそう、だからビショップとビショップがいて、ビショップとナイトがいて、俺はその卓でチェスはしたくないっていう話です。高見興奮しすぎて鼻水出てるけど鼻水出しながら乳首について語ってるんだけど、いやいや、ごめんなさい、出すと、なんか、いいですよ、でも、はい、そのチェスの試合は俺は見たかった見たかったって、それを言いたいんですよね、サウナのコールさん、そうそう、多分そうだそれを隠すためにノーブラノーブラできてると。あ、ってことアンリさん違うよ何しに来てるバンリさん、いや、でもワッツァデイ、ワッツァデイ、ワッツァデイ、なんて日だって言ってたもんね、ワッツァデイ受けたやつだね、ワッツァデイ明らかに意識してるからね、うん、すっごい下ネタ行ってみて、あのギャグ、はい、あのギャグ行ってみて、なんて日だ、めっちゃ滑ったし、微妙だな、やっぱ本人がやるとダメだな、本人がやってももう滑るでしょ、ね、やりすぎてタイミングだね、やっぱりタイミングに、もしやっぱりラッパリショップ、今コメントありますけど、ケインさんが、うん、もしやっぱりラッパリショップをやるんだったら何作ります、ステッカー、うん、まずステッカー、キーホルダー、キーホルダー、あと T シャツ、抱き枕、あ、いいですね、抱き枕、一応なんかやっぱり神社みたいな感じで、頭からなんか口の中再生入れて、頭からなんかおみくじ引くみたいな、なんか木彫りでいきたいね、そこは、あ、いいですね、木彫りで綺麗に、 あえて 色つけます、色つけずに、色がつけずにだな、ね、木彫りだから、あと何がいいかな、フィギュアも欲しいな、やっぱソフビ、あ、でも種類がだからフチコさんみたいになんかかけれる、かけれるじゃないけど、なんか口でなんかコップにかけれるみたいな、耳か口かベロしかないよね、なんかそういうなんか食品も出したいな、食品、食品、ああ、ラッパリ肉を使ったラッパリ、ラッパリカレーみたいな、ああ、ラッパリカレーどういう意味ですか、口から出したらゲロです違う違う血液の、ああ、チーリちゃんみたいな出しますよ、沖縄で、チーリちゃんみたいないや、ラッパリラッパリチーリちゃんはもはやチーリちゃん詐欺ですけどめっちゃ豚って後ろに電書いてある、もはや豚だから、でも売れそうじゃない、あ、カレーはありかな、でもだから絵を、正面の絵をどうするかってこと、頭からカレーを、要はお玉を突っ込んでるやつ、まあ、そんなイメージだよねダメだな、ダメかな、いや、わかんないけど、なんか BPO とかに言われそうよ、さっきあるさ、緑色のカレーみたいな、いや、色じゃなくて絵面が絵面がダメ、絵面がちょっと大丈夫じゃん、食べる人食べるでしょ、美味しかったら、あ、やっぱりやっぱりキャンディーとかペコちゃん的な売れは微妙ですか、これ食品に走ったら誰か管理者必要ですよね、うん、なんか食品衛生なんちゃら引いたらみたいな、できる、資格取ってきて、そっか、じゃあ食品なしで、なしなしで、じゃあやっぱ遊び欲しいな、そうそう、首と体別売りで、あー、2つ買ったらちゃんと作れますみたいな、はい、いいんじゃん、最後の方思ったよりこの曲長いですね、だからこんな喋っていいのかなって今一瞬思ったけど、結構喋ってるけど、いっぱい出てきそう、これやっぱりラッパリショップ、あ、ごめんなさい、はい、お届けしたのはエゴラッピンで、あ、ラブソングでした、いいね、いい曲ですね、いいでしょう、うん、続いてはエイビック紹介です、はい、今週も引き続きですね、あの、はい、ヨガの話、ヨガ、ヨガ、ヨガ、白ヨガですか、ヨガ、そう、絶対言うと思った、うん、誰かがもう言われたしまたなんかやってるんすよ、ヨガ、ヨガ全然進めてください進めてください俺も、この間まで白ヨガ白ヨガっつってたんだけど、はい、これ正式名称グスクヨガらしい、全然違うしマジかグスクヨガって今の今まで本当にマジか、うん、なので訂正します、これからはグスクヨガということグスクヨガで、はい、宣伝していくんですけれども、はい、大盛況でした、はい、あー、スーパームーン、はい、もあった、スーパームーン、ね、あ、スーパームーン見ながら、スーパームーンっていうのもあって、スーパームーン、前々回1回グスクヨガの時は100名ちょっとだったんですけど、前回は300名越して、ちょっと、あ、やっぱ 見える場所だしオーバーして、へえ、入りきれない人たちもちょっと出ちゃったぐらい、すごい、うん、へー、なので本当にまあエイビックとしては、音響のお仕事で行ってるんですけど、はいはい、まあもともと映像屋さんなんだけど、はい、このラジオがきっかけで音響の
声をかけていただいて、はい、まあいいきっかけですよね。あ、そうなんですね。ラジオがきっかけだったんですね。そうそうそう、どんどん広がりますね。すごい。音響してるんだ、ミキサーしてるんだったらできるんじゃんみたいな感じでノリで行ったんですけど、なので、次回がですね12月4日ですね。12月4日になるんですけど、那覇マラソン。あ、マジか。その日か、重なってる、がっつり重なってる。走った後ヨガした体休めた方がいいんじゃない。朝のヨガなんだね。朝もう絶対やばいですね。運悪、朝ヨガして走ればいいんじゃん。あ、でも時間的に朝からだもんね、那覇マラソン。あ、そうなの。あ、違う、何時かですよ。だから走るの本当に早いですよ、朝。集合がね、だって順番とかもありますし。朝ヨガ何時からですか。7時半から。あ、間に合うんじゃない。早っ。間に合うってか、グランド走りたくない。急いでヨガして、ヨガしてる。あれよりグランド走りたい。じゃあ急いでヨガして走ったら絶対記録も伸びるって。急いでヨガなんですか。ヨガのまず方法は急ぐことじゃないでしょ。そうだね、急いだヨガ。リラックスしちゃったらね。どっちかチョイスだな、じゃあ。そうだね。1日しかないんですか、その日しか。と、あともう残り2回、2回、まだチャンスはある。1月に、来年か。じゃあ那覇マラソン出る方はもう1回のチャンスをですね。まあでもその時会場に流す BGM とかもこっちで用意して、おーっていって。何流すんだろう。全部チャゲアスですか。やりたいけど、さすがにそこはスーパームーンということで。セーラームーンですか。やりたかったんだけど、もうベタベタですけど。ベタだけど、絶対わかんないけど、まあちょっとムーディーな、ムーディーな感じで、月のテーマにした曲。いいですね。Fly Me to the Moon とかですか。そういうやつ。あ、いいですね。いいね。あ、好き好き。入ってた。ムーリバーとか。いいね。坂井のり子。違う違う。ああいうさぎ。ちょっと待って。っていう感じで BGM でも盛り上げていってますので、次回のグスクヨガ。グスクヨガ。グスクヨガ。朝7時半からですね。お問い合わせは北中グスクのホームページなどもご覧ください。そちらに載ってると思いますので、よろしくお願いします。以上、ABIC の紹介コーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。CM か。そうですよ。はい。え、ピチョンってピチョンってなったけど言えてみた。なんか結構耳に響きますね、効果音が。中野町の和樹さんがまず LINE スタンプからだなって。あー、なるほど。いいですね。あれ売れるんだよね。ケインさんがやっぱりラッパリさんと MC 陣の似顔絵 LINE スタンプが出たら買います。へー。あ、俺スタンプの絵とかはあれですけど、スタンプのこんなスタンプの絵を描いてほしいの間だったら出せますよ。なんか間ってこんな、こんなコースの絵だったらスタンプいいんじゃないかみたいな。それはアイディアとしてってこと。そうだ、書けないですよ。それ思った通りに書けるか微妙ですけど。微妙な発言だな。意味わからないですか。うん、よくわかんない。なんか電気でビリビリしびれてるやっぱりラッパリのスタンプとかどうですか。書いてみて。あんまり伝わってないから、ね、なんか骨がこびびも入ってる。5、4、3、2、FM ギノワンから放送しております ABIC の ABIC ラジオ。今週のテーマは奇跡です。奇跡です。ぜひぜひメッセージ、コメント、メールたくさん送お願いします。はい、お願いします。アドレスが、avic@fmginowan.com、 全部小文字で avic@fmginowan.com です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、奇跡、奇跡といえば、私話していいですか。いいですよ。あの、うちわん出れたのが奇跡です、私。ああ、うちわんに。うちのナンバーワン。何がきっかけだったの。これさ、めっちゃ偶然だった。すごいよ。もう、あの、あけみさん、はい、アシスタントのあけみさんとバッタリ道端で会ったんですよ。バッタリ。バッタリ。バッタリ。そう、バナさんも一緒にいる時ね。いる時だったんですけど、本当に数秒遅れてたら。会えなかったタイミングでばったり出会って、そう、そう、全然興味なさそうな顔してる。それ聞いてるよ、ちゃんと聞いてるよ。で、ね、お互い顔知らなかったら、そんなね、出会っても素通りしてたかもしれないけど、ちょうどね、私あけみさんにお会いしてみたいと思ってた時期だったんですよ。で、あけみさんもなんか私はフェイスブックでこう見かけてたみたいで、こうなんか会ってみたいって気になってた存在だったらしいんですよ。そこが繋がってたのがすごいね。それで、会った時に、はっ、あ
明美さん、はっ、ひとみさんみたいな感じになって、うんうん、でそっからもうすぐランチにありついて、ランチにありついて、ランチにそうそう、明美さんも同じことした、ランチにありつけた、こんなに早くありつけるとは思わなかったみたいな、はい、でいろいろと意気投合し、はい、そうしてるうちに、まあ、明美さんがちょっと忙しくなっちゃって、うんうん、プライベートの方で、で、まあ、ピンチヒッターというか明美さんが出られない時に、はい、ひとみさんお願いしてもいいって連絡が来て、明美さんから、明美さんから、はいはい、で私本気だと思わなかったから一応興味があったもんで、うんうんうん、あ、ぜひお願いしますってやってみたいですって言ったら、うん、もう3日後ぐらいにタカさんから直接連絡が来て、トントントンだ、もうびっくりしましたよ、テレビに出てるタカさんから電話ってね、はいはい、まあ、でもその日ちょうどちょっとタイミングが悪くて会えなかったんですよ、うん、まあ、うん、やっぱタカさんのことだから、うん、やっぱ分かりますよね、結構連絡が急なんですよ、今日どんなとか明日どんなとか感じで、でもどっちも無理で行けなくて3回ぐらい、そう3回ぐらい断ったんですよ、はいはい、それでも4回目にしてたまたまタイミングがあって、うん、じゃあ今から会えますってなって、はい、それで出ることになって、あれですよ、4回目ってすごいね、そうなんですよ、3回やったらもう諦めそうだから、諦めそうだからもうダメだと思ってたのに、うん、声かけていただいて、うん、本当にありがたいなと思って、嬉しいね、優しいんですよ、タカさん、俺は中に連絡なかった、同じことを言おうとしたんですよ、ね、何がダメですか、絵面ですか、絵面もあるし、絵面汚いんだったらもう俺諦めますけど、あ、この噛みながらそれをスルーするのもすごいね、ここですか、今の噛むところがまずいやいや、多分ね、タカさんは、うん、まあ根本的に女性が好きなんです。いや、そうですよ、そりゃそうでしょ、そうでしょ、俺らでテンション上がったらまずいでしょ、うちはもう諦めてますよ、もはや、だって出る部分がもうほとんどないんですけど、まあ何かのタイミングで、一応常に狙ってるよね、俺たちはミニコーナー、4コマとかでもいいですよ、別にコントでもいいですよ、はいはい、ちょっとなんか合間の、ほんと何でもいいんで、うん、あればね、いいですけどね、あった方がいいんじゃないですか、うん、あった方がいい、あ、企画作ってからいい、なんかみんなあった方がいいって言ってる、マジ、ほら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 、すべてのオーディエンスの声だ、どっから来たの、企画作ればいいじゃないですか、企画作って、そうだね、作るか、うん、会った時にこんなのあるんですよ、じゃ聞いてもらってさ、高さんに、うん、どんなのを、うん、ちょっとミニコーナーとして、うん、こういうのなんか欲しいっていうのをちょっとあれば、だって無意味にただ送っても今欲しくないとか、別に今やらされても困る、相手ないとか言われたら、聞いてみてもいいかもしれないですね、ひとみさん頼りっていうお願いします、直接ひとみさんから女性から言った方が響くんじゃないかなっていう、いい、どんなかな、ね、まあ、逆に新しいアイデアがあった方がタカさんのこのね、いろいろとアイデアが膨らむかもしれないから、とりあえずなんかのナンバーワンで、そうそうそう、マッキーも出たもんだって一回うちわに、そうだよ、あ、そっか、なんか出てましたね、うん、子供しかいなかったの、そうそうそうやつですよね、うん、大人一人来たっていう、そうそうそう、あ、大声大会みたいな、あ、大声大会大声大会で男の男性一人、それも大人一人で、瀬坂まさきくーっつったら男の大人が出てくるんですよね、じゃあいいやケイさんが帰るみたいです。ケイさん、ありがとうございました。いつもいつもギャラリーに遊んで遊びに来てください。ケイさんもいいこと言ってる。何？今夜のテーマ奇跡といえば、この番組に、ね、はい、出会ったこともそうですが、沖縄ビューティーなひとみさんをはじめ最強の MC 陣に出会えたことが奇跡です。ありがとうございます。あとで2000円あげます。なかなか帰ったけど戻ってくるはず。沖縄ビューティーなひとみさんをはじめだから。だいぶひとみんさんが、あ、嬉しい、 ありがとうございます、待って、でもなんかちょっと気になったのはもうひとみんさんを始めて、もう俺ら走られましたよ、走られたもう走られましたこれ懐かしくない、最初の頃よくこんなことあった、ああ、よくや、仲間たちあったね、ムツゴロウさん役でしょ、ひとみんが、私がそうそう言ってた、言ってた、それ懐かしいね、懐かしいな、そのいじり最近ないけど、ないな、最近さすがにへこむからね、まったく持っていこうぜそうだね、だからちょっと松島智子さん的な立ち位置で俺らがちょっとじゃれるってどうですか、もう首2回ぐらい噛むって俺らがやるあ、いいね、流血ありなんだ、めっちゃ鬼だけどね、そのいじり、うーん、却下、はい、そうですねはい、じゃそうそう、だからねだからこの、まあ、ちょっと話戻るけど、はい、ピンチヒッター程度だと思ってたのに、うん、アシスタント3人目として
平等に今、うん、すごい依頼いただけてるっていうのは本当にありがたいなと思って、うん、だからどこでつながるかわからないから、分からんよ、やっぱり誠実にね素直に生きてる方がいいなとすごく自信になりますね、うん、なるほど、うん、素直に生きてたの？素直だったよ本当に素直に生きてたか？それ素直だった俺も素直だけどあの多分まずだから女性じゃないっていう点で、いやそれは関係ないよ、関係ない関係ない、私いけるちょっとゲイとかホモ寄りの番組にしたら終わったってすぐだよ、うん、もうちょっと体鍛えよう、ちょっと双子になって出てきます、おすぎとピーポー何キャラだろう、そこ下半身だけ変えてね、どんなよや、確かどんな番組よジュニア、だからお本人はあれだけどジュニアこ、お前も喋るな喋るなジュニアとか言うな、コメント減ったね、名探偵コナン的なことあ、アニバー兄貴さん間に合った写真撮ってたし、クレームギャランに行ってもらっていいですかなんてここに報告するのかが分からなかったですね俺たちも心配になるからね一応ね告知しますからね、一応最後に、アニマ兄貴のクールジャパン沖縄ですとか言いながら、いなかったら怖いからね、よかった間に合って、はい、はいはい、まあそんなこんなんでちょっと早めに CM 行きますか、行きましょうか、はい、一旦 CM でーす、はい、いやなんかいいなケインさんいっぱいコメント残してくれてる、ありがとうございます、車で聞いてくれる、ね、ありがとうございます、最後まで縛るよ、 CM 明けはケインさんとこのトップがっていうのそうです、はい、トップがでタイトルエコーなんでトップが、はい、あこの画像となんか合ってるね、あ今行った感じがもうさーって感じ、なんか配達員って感じです ね、多分何かのそうなの画像なんですけど、那覇マラソンは断念だって、あケインさん、その代わり沖縄市で障害学習フェスに全力投球、ああなんか仕事か何かで行けなくなったのかな、うん、マラソンみんな一応やろうってなってるから、てか抽選してますからやりたいとしか当たらないとダメなの、そう行きたいと思います多すぎて抽選だったんですよ、あこれ沖縄県民の人全員先に当たるってこと、いやってもういやいやいや平等じゃないですか、これ県民優先でしょ、いやそれは知らないですよ、その抽選それがよくない、1おきおじ熟語で遊ぼう、このコーナーは私ひとみん先生と一緒に四字熟語を学ぶコーナーとなっております。前回は、積算寸水でしたね、積算寸水覚えてますか、積算寸水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 、ひとみん先生覚え方としては積算寸水、メガネかけたお前が思ってる、今かけた、忘れてた、メガネが3人になるだろお前でキャラやめろよ、やっぱキャラがブレる、ひとみ先生ブレないからここでおしっこしていい、はい、座ってて、俺うんこしようかな始まるよ、ね、ちょっとはい、積算寸水の意味が、はい、目線を高くすれば目下に見える山や川が小さく見えることでしたね、そうなんだ、はい、だったやし、先生が20代前半の頃ですね、友達が悩んでる友達を、まあ、ちょっと高い景色がいいところに連れてったことがあるんですよ、はい、ね、そうなんだ、まあ、なんていうのかな、こう高いところに登ると、うん、偉い人もどんなに偉い人でも小さく見える、はい、はい、言ってましたね、ふたしてんだね、そうそう、悩んでることも小さく見えたりするかなとか、ね、気持ちも楽になるかなと思って連れてったんですけど、はい、まあその友達がボソッと人がゴミに見えると出た人がゴミのようだそうなでこれがね冗談なのか本当に病んでるのかわからなくて、うん、どう接していいか、まあ、あのどう捉えていいかがわからなかった、まあ、あとセイキマスのメンバルスを唱えよバルスを唱えよそんな思い出がありますね、はい、まあそんな話は置いといてそうなの先生このくだり何だったのちょっと嫌なこと思い出しちゃって崩れちゃいましたね、うん、ゴミしか残ってないけど今の話先生大丈夫かな、まあ、今日の四字熟語、はい、今日の四字熟語は、はい、何ですか先生、無限用法、無限用法、はい、漢字が、
無限用法の無は書きましょう、はい、夢、はい、そして幻と書いて幻、はい、はい、で泡と書いて陽、泡、はい、あ、山水に積むって書いて、はい、で影で方ですね。この夢、幻、泡、影、この4文字で無限用法と読みます。無限用法、無限皆さん、はい、この無限用法使ったことある方いますか？あります。え、そう、僕はない、はい、本当にこれは港でよく使いますね。港で、はい、あー、普段の発着場で使いますね。あ、聞いていいですか、それを深く。あ、いいです、いいです。どういう意味ですか？まずは発着場から船が来るとき側は無限っていうわけ、はい、でこっちでこのロープ受け取る側が用法っていうわけ、はい、この掛け合いがうまくいったときに初めて船がきれいに止めることができるっていう、はい、もっと言いやすい言葉あるだろう。無限用法一人で言っちゃった全部、うん、不正解です。あら漢字合ってないですしね。うん、漢字わかんない、むしろ漢字教えましたよ。山水に積むって言ったよね、うん、山水に積む、あ、あ、山水に包むですね。積む、包む、あ、包む、あ、あ、俺ひらがなでつとむって書いてるし山水にダメですね。わかんない先生、先生もっと怒ってよ先生もっと怒ってほしいの。ひとみ先生、あ、ちょっと待ってね、心の準備が必要だわ先生なんか、うん、危ないこと言うだからやめとくわ黙っとけ高見、なんか あ, んまりあんまり度が過ぎるとチョーク飛ぶから気をつけてね。チョーク食べたい先生先生が泣けたチョーク食べたい。あ、ほらご機嫌いた、うん、あ、おいしい喜んじゃうわねこの子、うん、喜んじゃダメでしょそれ僕にも貸して、ちょっと待っとけよ。はい、テーマから添えてますけど、添えてますね。どうしたっけ、無限用法、はい、無限用法。ミスターの皆さん無限用法使ったことありますかね。それとも、あ、それかこの意味、あ、どんな意味だろう。無限用法、永久脱毛何ですか無限何ですか。まず漢字から連想してみてください。幻か夢か。夢は、夢は泡と消えて影となる。お、あ、近い、そのまま、そのままじゃん。近いですね。夢は絶対叶わないんだよってことだ。ああ、そっか、なんとなくそんな感じで夢は分かった、夢言ってたら叶わんけど、うん、それをちゃんと目標に日々頑張れば、うん、夢は叶うんだってあれだ。あ、うーん、あ、うん、急に、うん、急に真面目に近い近いよ普通授業中だろ授業中だろあ、そっか、やっぱり結局、うん、私はやっぱりそれだけの関係の女だったなってことですよね。あ、近い、あ、多分もう私はさ、あの、まあ、そういう近い友達なんでしょって結局は、うん、私は、うん、気持ち的にはそうですね、そういう切ない感じかな。あ、じゃあ最近自分無限用法ってばみたいな、あ、今遊んでる彼氏、うん、男友達となんか無限用法みたいな感じなんだけど、うん、使い方そうなのかな違うか、うん、まあそうだね。あ、そうなの。なんかあのサンチェスさん、サンチェスが、はいはい、言う、はい、そのまあ言ったら夢を、夢は、まあ、消えてしまうよという、はいはい、それに近いんですけど。近いんだ、うん、やった。まあ意味としてはやった、はい、人生は虚しく儚いことの例えだそうです、はい、儚い例え、まあ、言葉の漢字の通り夢も幻も泡も影も儚く消えてしまう、それを人生に例えた言葉です。わかりやすい先生無限用法、薄いなもう眠い眠い眠いですか。あ、ちゃん ビンタされたい来なさい先生やめて、ちょっと来なさい。これ SM クラブ儚い儚い、あ、よちよく、あ、俺またチョコ飛んできたよ。無限用法、いいな、二本もいいな。無限用法、あ、3本、いや、このプレイ今4本もチョコ投げられていいな。オプションだけなんで後でちょっと払うね。いや、何だけど、ちょっとまあ、少しおふざけが、ごめんなさい、あの、激しいようで、すいません先生、ちょっと考えてたまあ、サンチェさんの、漢字から連想する、はい、予想はすごく的確で素晴らしいなと思いました。やった、はい、くそ、まあリスナーさん、まあ、コメントないですが話難しいから、そうですね、まあ今日の、まずおさらいはしましょうかね。はい、そろそろ、はい、お願いします先生、うん、書きます、ノートにちゃんと書きますよ先生。無限用法、
人生とは虚しく儚いことの例え。夢も幻も泡も影も儚く消えてしまう。それを人生に例えた言葉です。人生とは儚い、だからこそ大切に生きよ。そんな意味が込められている四字熟語です。夢はありますか？一度しかない人生、少しでも可能性があるのならその夢に進んでみましょう。大切な人の影もいつかは消えてしまいます。あなたの影もまたいつかは消えてしまいます。その一生を大切に自分らしく生きた証は、消えることなくきっと人の心に残り続けるのでしょう。質問あるんですけど。短い時間。そうそう、質問あるんですけど。質問はまた休憩時間にお伺いしましょうね。延長で。質問あるんですよ。今日はここまで。皆さん、レゲン両方覚えましたか？はい。今日もたくさん勉強になりましたね。では次の四字熟語の授業までお楽しみに。先生。先生。先生、俺鳥になりたいんですけど。叶いますかね。ということで。ありがとうございました。ひとみ先生、ちょっと緊張してましたね。あれですね。ただ、もっとボケたかったです。もっとなんかうまくできましたね。もっと遊びたかったですか？もっとビシバシ欲しいな。あ、本当？三角定規とか物差しとかな。でも分かりました、なんか分かりました。うん、こんな感じで進めたいらしいです、ひとみ先生は。はいはい、別、あ、別の人なんですね。はい、別々。でもひとみ先生、俺のことサンチェスさんって言ってたけど、だからね、どういう相手柄なのか。急に大人になるから、はいはい、工藤新一みたいな感じになった。サンチェスさんはね、ちょっと大人っぽいから。こっちふざけてましたよ。だいぶいい感じでふざけてました。俺高校ぐらいの設定でやってたけどな。あ、もっと下げた。俺は保育園。どんな教室だよ。赤ちゃんだって。どんな教室よ。なんかもう初めてこうなっちゃったけどみたいな。離島の先輩みたいになってる。保健の先生のイメージです。あ、イメージは、イメージは、あー、イメージ。だから目がないから保健のなんかそうちょっと、あー、そうだね、やらしいじゃないけど、うん、これしかなかったのよ。あー、やらしい。メガネ変えましたよね、だから前と。うん、そうですよね。うん、だからちょっと別々、うん、いいですね。はい、ひとみ先生が言った。ひとみ先生だから。そう。そう。あ、じゃあ高校生、うん、俺も高校生が良かったですよ。もうあとなんかちょっと。別にどっちでもいいけど。俺が高校生やったら授業を潰すから。まあ。しかも席にも座ってなかったし。そうだね。大体立ってたから。ずっと立ちっぱだったけど。そうね、ずっと。高校の時はね。なるほどね、うん。なんか質問があるって言ってたけど。あ、だから、そう、鳥になりたいのは叶うのかなって。あー、鳥になりたい。そう。まあ。人間として生きてるからには鳥にはなれないけど。幻。でも鳥のように生きることはできるさ。鳥のように生きること、うん、あ、最後は儚く散るみたいな。まあ、違うから。あ、違うか。あ、違うか。なんでそう切ない話に持っていくの。そんな感じでしょ、鳥って。うん、鳥になりたい。まあだから恩返しができるってだけでも、それだけで、あ、鶴のように、鶴のように、うん、あ、鶴のようにね。どこにつなげればよ。さっきの、いや、もう本当に何でしたっけ、無双、無限、無限用 法。もう全然覚えてないし。ごめんなさい、今なんか全然別の言葉。無限用法だよ。危ないですね。どうぞ。無限用法、私も初めて聞いた。いいね、次の授業も楽しみだね。ね、これどうやって使うんだろうね。いや、さっきのやつは今のやつだと思いますよ。さっきの不倫の、不倫じゃない。そうそうそう、その時に、あ、自分たちの関係マジ無限用法みたいな。あー、そっかそっかって感じじゃん。なんか調べたんだけど全然出てこなくて、使い方が、はい、なかなか使う機会ないよね、はい、うん、あっという間にポテチが無限用法。食べすぐペロ。そういう感じね。はかない、はかないみたいな。あ、あ、いいね、いいね。お客様大変申し訳ございません、無限用法でございますみたいな。え、もうさっきまで無限用法じゃなかったですけど。そう、もう無限用法なんです。もう無限用法。お時間です。もうない。もうピピピピってなって。朝から並んでました。いや、すいません、申し訳ございません。さっきの前までが無限用法じゃなかった。さっきでも無限用法だった。あー、あのプリン無限用法。違う、こんな感じですか。あ、勝手にゴングが鳴って。いいですね、そのプリン、商品プリン無限用法です。プリン、俺はプリンを行列並んでるイメージでした、ね、コンビニでしたっけ。じゃ、わからないけど。俺は夜の街だったんだけど。あ、いいですね、そうしましょう。このコーナーいかがでしたかね、うん、リスナーさん、うん、なんか一応もうちょっと
練って、うん、やりたいのか、うん、そうだね、いい感じに仕上げたいなと思ってますけど、うん、ね、来月からリニューアルするから、うん、このラジオ、うん、あ、はいはい、それまでに、なるほど、うん、がっちり楽しいコーナーにしたいですね、はい、まあ時間が余っちゃったが、奇跡の奇跡奇跡について、奇跡、俺言っていい、うん、私、はい、いいですよ、まずみんな大事なこと忘れてるよ、なんで、はい、何、今ここでこのメンバーとラジオしていることリスナーさんがラジオを聞いてくれているこの時間が奇跡だということを、私たちは選ばれた人間ですよ、ちょっとなんかそうだよね、そうだよ、やっぱり言うと思った、だってそうさ、うん、なんか男女が出会う確率も7000兆分の1みたいな、うん、そんなに少ないんだ日本では、日本です。日本では。日本国内で男女が出会って結婚する確率ですよ。え、そこで、またね、はい、精子がヒューって言って、はい、受精して、はい、我々ベイビーが誕生して、うん、それも奇跡だし、高見お前も奇跡なんだよ。そうですよ。そう、これ奇跡の塊ですよ。え？これは奇跡です。外に出て、はい、風がふーって吹くやし、はい、その風が頬を撫でることも奇跡なんですよ。なるほど。夕焼け綺麗だなって思うことも、うん、クーネル歩くことも、うん、全部が奇跡なんだよ。そうだよね。それを日々感じながら生きていこうじゃないかって。うん、なるほど。素晴らしい。このラジオも、うん、無限法要のようになくなる可能性もあるね。両方ね。両方ね。両方ね。のようになるかもしれない中、うん、アワのようにちゃんと残ってて、うん、いいですね。取ってつけた感が半端ない。思いが強すぎてうまく言ってなくて、パブロ君の犬みたいになってるからな。え、なんて、いや、なんで、なんでもないです。これも奇跡ですよ、皆さん。そうだ、高見が言ってることが分からないことも奇跡です。いや、だから無限法要用法か。ほら、サロのお兄さんも奇跡の人って、うん、あれだ、奇跡の人って、あ、なんかあったね、奇跡の人、あれでしょ、ドラマですよね。あ、なんかドラマありましたね、山崎正義のですよね。あ、運命の人だな。あ、それだ、奇跡の人運命の人でしょ、うん、っていう、あれ、あれだ、あ、あれは違うや、天国に一番違うってことだ、ああ違うやん、ね、私もそれ思っちゃったみんな奇跡だよ、そうだよね、そうだよ、この人いること自体は奇跡なんだよ、うん、そう思う、なんかなんだかんだ言ってやっぱこれでよかったなって、そうなんだよ、最初もだから、うん、ラジオもね、うん、もっと大人数でやる予定だったけど、あ、そうです、ね、結局この4人、これがいいんです、4人でも多いけどね、トラベル、4人でも多いんです、トラベル番組でしょ予定は最初はね、なっちゃうかもしれなかったけど、本当よかった、ね、毎週誰かがインドネシアとかね、シンガポールとか行って、うん、はい、それをお伝えしようっていう番組だったけどね、本当はそうなりそうだな、旅費も大変だしね、そうだね、そうですね、心がいい形に収まったんだよ、うん、うん、まあトークバラエティ番組聞いてないことになりましょう、この話は楽しいかな、ね、こうやってラジオ聞いてくれる方もね、本当にうん、ずっと変わらず応援してくださる、同じ時間をね共有してくれてること自体も奇跡なんですよ、本当ありがたいですね、ありがとうございます本当に、はい、ということでエンディングに近づいてまいりました、ちょっと真面目だったよ、すごい真面目ですね今日もたくさんのコメントありがとうございました、ありがとうございました、はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社 ABIC、 片解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました、はい、今週最も面白かったリスナーさんに送るびっくり賞の発表なんですが、はい、まあ、今週のびっくり賞は私が決めていいですか、いいですよ、いいですよ、ケインさんにあげたいと思います、これやりたかったのにすいませんね、まだ言葉言ってないです、まだ言ってない、まだキーワードの言葉言ってない、まだ言ってない、印象に残ったこの言葉、はい、私が発表していいですか、はい、今週のびっくり賞は、タイミングは難しいな、ケインさんです、いやケインさんです、そっか、ギリギリまでいてくれたからね、ありがとうございます、だからね、そうだね、ケインさんありがとうございますね、若干20秒ぐらい過ぎてたけど、うん、もう俺たち気づくまでずっと手振ってたから、ね、ああ、もうギリのギリまで、さっきもね、木曜日に変わるんだよねって聞いてて、うん、うん、はい、変わっても聞くからって言ってくれて、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます、ケインさんおめでとうございます、うん、もちろんサロの心さんもいつも面白いコメントありがとうございますね、今日のびっくり賞の方に、はい、プレゼント何ですか、あるんですよね、何ですか、あれないんですか、米でもあげるか、米でもあげる、うん、まだ決まってないってことですね、そうなんだ、米もらえるってみんなどっさり来ますよ、人米ほんと欲しいですね石川県産のお米をあげます、本当に、うん、すごいすごいすごい、よかったね、ケインさん、うん、お、じゃあ
ね、来週また持ってくるんで。あ、そっか、じゃあ分かりました。ギャラリーで受け渡しみたいな。触られるですか？あのセメント袋くらい友達から受け取って。やば、今度30キロくらい。それこそ鶴の恩返しみたいな。まさに僕らが欲しいです。あ、持ってきてる。あ、どうぞ。後から開ける。え、どうしよう。はい、じゃあ今週の視聴者プレゼントは、ビデオダビングから、あ、ビデオダビングの どうしたどうした。あれ、ABIC 商品券1000円分を3名様にプレゼントします。はい、希望の方は avic@fmginawan.com、 全部小文字で avic@fmginawan.com までお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。はい、そして、何ですか、次回のテーマのお時間です。呼んでみましょう、やっぱりやっぱりさん。こんばんは、先ほど助けてもらった鶴です。嘘つくのは鶴じゃないだろ。ほら、怪我してるでしょ、頭。邪魔だよ。頭っていうか体がないんですけど。なんかいろいろ刺さってる。なんか邪魔だな、これ。邪魔くせえな。邪魔くせえ、これ全部取ろう。ボケもいじってもらえないし、早く行け。はい、タイミング聞きましょうか、じゃあ。行きまーす。ベリって言ってたよ。あ、また黒い人参出たわ、これ。なんでよっち黒い人参しか用意してないの。知らねえ。黒い人参が出たということは、次回のテーマ金曜日です。はい、金曜日にまつわる話をチェケラしちゃってください。戻すよ、じゃあこれどうぞ。なんで黒い人参しか持ってないの。金曜日ラストだね、来週。あ、そうだね。だから本当に寂しい、悔しい。うん、寂しいね。ちょっとプリンみたいだったね、今ポケモンの。チョキプリン。まあでもラッパリさん、さよならではないんだけどね。うん、さよならではないよ。まあさっきラッパリが言ったように、はい、あのこの ABIC ラジオ、金曜日から移動します。移動します。はい、ですか、はい、木曜日に変更になりますね。時間はそのまま、夜7時から8時までの1時間となっております。はい、ね、いつも金曜日聞いてくださっていた方、木曜日でも聞いてくれますかね。聞いてください。ただちょっとだけ心配ですけど、はい、でもあの変わらず、あのこのね、わちゃわちゃ感は変わらず、でもレベルアップして皆さんにまたお届けしたいなと思っております。1日からね。そうですね、あと12月1日から。来週はまだ金曜日です。はい、そうなんです、来週が最後だ。はい、ということで、はい、次週のテーマ金曜日いっぱい送ってください。はい、お送りしたのはバナとヒタミンとサンチェスト、ミータカリがお送りいたしました。ということで、この後はアニマン兄貴のクールジャパン沖縄でございます。周波数はそのままで、引き続き FM ギノアをお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。セイグッバイ。セイグッバイ。よ、週末はゲンヨハブナイスウィーケン。バナさん、声のチェック大丈夫ですか。これ何？これで OK でいいの？ OK ですよ。一応テーマ打てたら打ってください。あ、効果音。ラインはどれだ？ライン。もう始まりますよ。バンバン。効果音を鳴らしたい。でもやはり上か。これチェック大丈夫ですか。多分大丈夫。マジっすか。LINE を入力。なんかすごい角度になってる。ね、新しいね。すごい、なんか珍しい角度。もう俺はもう切れてる。ちょっとだけこう、ちょっとだけこうで、自分にこうできますか。2ミリ、3ミリぐらいですか。あ、いい感じですね。いい感じ。はい、いい感じです。そろそろ始まる、はい、大丈夫です。音量大丈夫か。あと20秒です。声大丈夫ですか。チェックします。もう間に合わないですか。ぶつけていくよ。あと20秒。マジっすか。ああ、そんな、まあいいか、もういいや。ぶつけ10秒、5、4、3、2、 ABIC の
びっくりレイディオこの番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション有限会社 ABIC 片奥解体に小さな革命解体リングの株式会社条件以上各社の提供でお送りいたします。あれさあ今週もこの時間がやってきました。はい、皆さんお元気でしたか。はい、ひょんなことから映像制作会社 ABIC で知り合った4人のメンバーがお届けするトークバラエティ番組 ABIC ラジオ。バナです。ひとみんです。サンチェスです。タカミーの4人でお送りします。はい、この後8時まで、20時まで私たちと一緒にこの1週間の嫌なこと全部笑い飛ばしましょう。11月18日、今日本日第59回放送のタイムシフトはこんな感じです。7時3分頃からは、フリー&テーマトーク。今週のテーマは奇跡です。ちょっと前にこんな奇跡がありました。それまでの軌道、奇跡が本当にすごくてこんなことあるんですねなどの奇跡にまつわるお話や普通音などコメントやメールを募集しております。7時22分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載です。7時35分頃からは月1コーナー四字熟語で遊ぼです。私ひとみんがお届けする月1コーナーとなっております。お楽しみに。7時50分頃からはエンディングでもリスナープレゼント、この日の投稿の MVP を決めるびっくりショートを、最後までお楽しみが満載です。はい、番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmgirowan.com avic@fmgirowan.com までお願いします。この放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、リスンレディオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギロワンのホームページをご覧くださいね。それでは ABIC ラジオスタートです。なんか俺変な声してない？うん、まあ、なんかうんって、はい、なんかうんってということで、待って、あ、はい、ちょっと今日オープニングからグダグダしちゃってしまいましたね。まあ久しぶりの4人なんで、そうそうそう、先週ね2人しかいなかった、はい、私は本当に申し訳ございませんでした。いやー、大変だったね。大変でしたね。それ大変になっちゃって、すごいですね。いや、男2人で、うん、ラッキー小道具、スクラッチという小道具も使って、そうそうそう、15分ぐらいでもうないっていう、本当だよね。なくなったんだもん。テーマと全然真逆な状況になっていたよね。なんですかね、やっぱひとみんとかサンチェスさんがいると、うん、なまあ、下ネタとかも盛り上がっていってもブレーキがあったり、うん、乗ってくれたりとかなんですけど、やっぱ2人だと、はい、ちょっと下ネタ行きそうになった時あったじゃないですか、うん、バナさん覚えてます？ただなんか結局怖くてなんでよ、どこまでやめとくみたいな、なんか、ね、こっち逆にね、なんか抑止力が働き、そうそう、あれさ、うん、あのちょうど私その日、まあ、ロケだったから間に合わなかったんだけど、そうそうそう、そのロケの帰り、ロケ車の中で聞いてたんですよ、うん、はい、でタカさんももちろん聞いてて、はいはい、あのね、タカミーナの下ネタ発言の時にパンツですか？いや違います。チンポジでしょ？チンポジ、マッキーさんの時でしょ？そうそう、チンポジ大事の話、そうそうそう、その時に、ね、もうね、タカさん大爆笑だよ。嬉しい。運転してたんだけど、今日その日はタカさん、はいはい、あの運転前 見れなくなるぐらい爆笑してた。めっちゃ嬉しいですけど、はい、よかったね。ただ自分はここで止めたんですよね。そう、あの時だから、そう、止めたからさ、マッキーさんと3人喋ってけも、うん、なんかわかんないですけど、うん、なんだろう、恐怖があって残念がってました。回す側だったんで、はいはい、あんまりちょっとゲスト来てるから、事務所のね、この飛ばしてちょっと脱線しがちになると、うん、ゲスト置いてかれるかなみたいな、確かに久しぶりすぎて、マッキーさんも言って、一人でね全部回すとなるとね、そう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 、大変になるからね。大変だったね。でも孫悟空ばっかでしたね。ドラゴンボールばっかでした、ね、それも分かりきったことだよ。服装もね、あといじりましたよ、こんなにプロフィール画像変わるんですねみたいな感じで全部しましたよ。
うん、あれは私も思ってた。こんなに見てくれてるんだ僕のことっていう勘違いした受け取り方してましたけど、あなたがめっちゃ買えるから僕ら見てるだけで目に入っちゃうんですか、うん、たまにメール送ってますよっていうことを言ってくれたんですけど、うんうん、ただ、うんね、しっかり実はメール俺いじってるじゃないですか、うん、メール来たらもんそれ知らないんで、そうなんだ、よかったなと思ってその返しいじりを聞いてないってことで嬉しかった嬉しかった、仲悪くならない、まあまあでも面白かったです、うん、本当に、うん、よかったよかった、なんかいつもの A びっくりラジオとは違ってて全然違うでしょ、戸惑ったかもしれないですけど、入り口真面目だったからびっくりした、うん、そう真面目だったねトランプあんな感じよ、大統領、大統領だから最近の近況でトランプさんがなったりとかの話を俺がするっていう真面目だな、やった瞬間にあまりの真面目さに真面目すぎますねって自分でツッコミ入れてノリツッコミ入れて誰もいないから、うん、もう恥ずかしいこの上なしっていうでもやっぱりね、うん、下ネタを拍車をかけてるのはやっぱサンチェスさんと私なんだなって思った、うん、そうかな、うん、なんか材料がいるさ、私材料ね、そう材料がいるからサンチェスさんがやっぱもあの盛り上げちゃう、調理しやすいってこと、そうそうそう、うん、なるほど、もっと言いたい、本当はもっと言いたいでも結構言ってますよ、あそう言って、思ってるよりは言ってますよ、うん、で本当は言いたくないそうなんだ、俺は本当は真面目だからいや真面目ですけど、うん、でしょ、もうね悪ふざけしてやってたら多分成り立たないで番組みんなちゃんとあの常識ありますから、はいはい、一応ね抑えながらだけど、抑えながら、ね、まあ、今日はちょっとサンチェスさんはあの病み上がりということで、うん、まだちゃんと声が完全じゃないんだよね、なんか、あでも、まあ、聞いた分にはそんなにいいですけど、ちょっとね咳込んだりする、うん、なんかね少しテンションが低めのサンチェスさん、本当はもっと大声で喋りたいんだよ、うん、今日は控えめに行きましょうか、控えめに行きましょう、うん、ということで、はい、今日のテーマが奇跡ですが、うん、聞こえてないですね、あのね効果音が聞こえてなかった、シャキンってあったの、ボリューム上げられる、結構上げてるけど今日はね効果音を持ってきたんで、はい、ちょっとそういうのも楽しみながら聞いてみてください、楽しみだな、はい、じゃあ改めて今日のテーマ奇跡ですが、奇跡、はい、奇跡、奇跡、奇跡ってさ、うん、なんかいろいろちっちゃいことでもいいけどさ、うん、あいいじゃないですか、うん、いろいろあるかなと思うんですが、いっぱいあるよ奇跡は、俺はもう奇跡といえばっていう、うん、奇跡ってなったらこれが出てくるっていうのがあるんですけど、うん、それはじゃあ取っときますか、え？なんでよ、よ言います、いや自分の中で奇跡って言ったら、うん、まあいろいろあると思いますけど、ミラクルもあれば、はいはい、まあ足跡をたどる奇跡もあれば、はい、神秘もあればってありますけど、うん、もう自分の中では奇跡のコラボっていう、はい、奇跡のコラボ、奇跡のコラボっていうのがすぐ出てくるんですけど、はい、例えば、うん、この歌詞とこの歌詞が奇跡のコラボみたいな、うん、あとこの食べ物とこの食べ物が合わなそうに見えて合わせたらめっちゃ美味しいとかあるじゃないですか、あーわかる、なんか最近だと宇多田ヒカルさんがアルバムを出した時に椎名林檎さんが、まさかの椎名林檎さんがフューチャリングして一緒に歌うとか、うん、同年代に多分デビューしてるんですよ、椎名林檎さんと宇多田ヒカル、あの浜崎あゆみさんとかもそうですけど、はいはい、2年前ぐらいに宇多田ヒカルさんのカバーアルバムでカバーするみたいな曲を、はい、昔だとありえないじゃないですか、うんうん、2人ともアルバム出てたりとか、うん、そういうのが奇跡のコラボっていう部分で、なんかそういう奇跡って結構身近にあるなと思ってて、 あるよ結構ね身近にあるんだよ奇跡は、小室哲哉と YOSHIKI みたいな、ああコラボしたんすか、してたよね、なんか写真なんかそういうのなんかうん、やってるんですよね、昔やってたんですよね、ビジュアル系の格好してた、マジっすか、気になるぞ、アニメとかもあるじゃないですか、コナンとルパンとか、あはいはい、そういうなんかありえない、今だ昔だとありえないな、奇跡と、ね、奇跡のコラボね、はいはい、もうコラボなんですけど、もはや、うん、そういうもはやコラボだしねいやいや俺びっくりしてるんですから、何がですか、ポッ、いやお菓子でもあって、最近ちょっと前にあって何何何、いやポッキーと午後の紅茶のコラボがあったんですよ、あ、それ本当にあったの、味でしょ、味の、はいはい、とかそれとかありえなくないですか、だってポッキーと紅茶ってありえないじゃないですか、なんで、まあ、合わせることは別々に買って食べるんだったらじゃないですか、あれ、あの、合うんですけど、紅茶味のポッキーってこととかですかね、紅茶チョコってことですか、絶対おいしいでしょ、絶対おいしいでしょ、うん、あ、ごめん、でも思いつかないじゃないですか何今のプシって言ったけど思いつかないなと思って、ほらエロかったね今の音ねプシューってどんな解釈よ、プシューってすっごいスカシッペ音が聞こえてるけどプシューって言ったよ、奇跡の効果音出すなよっていう変な言い方してなるかな、ならないと思ったらなっちゃったか、びっくりした、あとびっくりしたのが、うん、こんなに振って誰も食いつかないっていうね、何を俺のこのちょっと
こんな奇跡のコラボなんか出てくるかなと思ったら誰も出てこないっちゃ、意外に奇跡っていうコラボだったから、そうね、そうそうねって、いやでも俺結構奇跡感強いやつ出したけどね。なんかちょうだい、そのもっと奇跡感があるコラボってやつを。すっごい喋りたくない。なんでよ。何そのハードル。なんかもう、あ、これ奇跡だなっていう。あー、でも異色感、異色感とかか、異色名、うん、別々の異業種感コラボとかか、うん、異業種感コラボ何それ、なんか ありそうでしょ。っていうのも、もう泳いでんだ、なんかこの会話をしだしたのが奇跡ですね、もはや。このタイミングでやる奇跡、よくわからない、よくわからない、もはやよくわからん。まあコメントいろいろ来てるんで、見ましょう、来てるよ、どうぞ読んでください。あの、アニマ、兄貴、お姉さんになってるけど、お姉さんになってるね、本当 だ、アイコンも、なんか、あ、やべえ、まだ俺家だよ、やばいやばい、早く、早く、あ、大丈夫、このコメントいらないです、大丈夫だ、大丈夫だ、間に合ったら奇跡ですね、やばい、それこそ、うん、どうした、まさかの、何、桐谷美玲さんじゃなくて、うん、次は鶴さんから、はい、来てますね。お、来てる。こんばんは、あの時助けてもらった鶴です。本当に、やっぱ、奇跡って起こるんですね。あの時助けた、まさかあの時のやつですよ。サンチェスさん、鶴。あ、奇跡。あの時の鶴です。あの時の。思い出しましょう。あの時の。思い出しましょう。どうですか。ダメですか。ダメか。ケインさんから声いっぱい来ましたよ。はい、ありがとうございますね。奇跡ですね。うん、ありがとうございます。もう無理やり奇跡に繋げようとしてるけど。奇跡だ。はい。AKB ファンさんも。AKB ファンさんも今日も来てますね。皆さんこんばんちーす。ありがとうございます。ポッポー。なんか俺ダメだな、声。え今日は、ね、ポッポーがなんか生きてない。うん。ポッポー。で、一週間前まで、あの目玉の味の声も出せないし、はい、猫のモノマネもできないし、うん、もう最悪だって。ごめんね、ヘリウムガスのせいだったのかな。いや、違うんじゃない。なんかあの、ちょうどその時トミトンに行ったわけ俺、うんうん、でも喋れないんだけど、うん、そしたら龍神マブヤのオフィシャルショップがなくなってたわけ。あら、はい、デージショックと思って、はい、いつなくなったのか気になったから、うん、隣の店員さんに聞こうと思ったけど喋れないから、うん、その携帯のメモにマブヤショップいつなくなりましたかってことをパッて見せたわけ、はい、そしたら店員さんがあー3 months ago って言ってる。いや一応日本人ですけどみたいな。いやそう思いますよ。なんでよ。しょうがないよそれ。そう思いますよ。あ、maybe 3 months ago って言ってるわけ。ああ嬉しい。そっか、そうなるよね。そういう奇跡の話ですよ今日。そうそうそう、一応口パクで Thank you って言ったって俺は。なんで？一応もうそういう風にね、ここでありがとうございますって言ったらあれさ。はい。だからまあ一応口パクで一応口パクパクしながら、あ、Thank you って一応言ったよ。あ、言ったんですね。言った言った。そんな見える外人に。見えますね。マスクつけるんでしょ。うん、で喋らないんでしょ。見えますね。で、日本語のこのメモ帳を見して、マブヤショップはいつなくなりましたか。それがだからなんか何かのちょっと調べて、いや、そうそうって思ったんじゃないですか。あー、ケインさんも来てる。トミトンにあったマブヤショップ。俺もいつの間にか閉鎖してたのびっくりしました。俺ぞ。ほんとショックっすよね、これ。ねえ、ほんとですね。グッズ買おうと思ったらないんだよ。へぇ、そんなに。それはどうしたらいいわ。めっちゃ切れてるけど、日本語のこれだけしかないですか。オフィシャルショップはそこしかない。へぇ。もう本当に現実突きつけていいですか、うん、あのニーズがなかった。そんなこと言ってない。ニーズあるだろ。マブヤの需要が需要だろ。供給に対して需要がなかったっていう、本当それしかないですね。マブヤは沖縄の売れなかったんです。うん、そんなことはない。なんかあったんだよ。でもそこにはまだマブヤがありますから、残ってますから。何はいいこと言おうとしてるよ。スタッフのマブヤが、マブイがだそうですよ、ケインさん。みんなのマブイの中に残ってるってことだろ。そうです。え、お、心、俺なんか好感度俺殴るなんかないですか。だからもはや殴るの。これなんか俺だけなんかかっこよく言って、びっくりした。言ったよ。あ、そうそう、このケインさんが言ってるけど、はいはい、その代わりに飛行機のフライトシミュレーターのお店がオープンしてて、ちょっと隣に。あ、いいじゃないですか。コックピットに乗ってその飛行体験ができるみたいなところがあって、そこに聞いたんですよ。そこの店員さんに、はいはい、そしたらスリーマンスゴーって言われて、両方ショックだわ、なんか。3ヶ月も気づかなかった俺もいるし、それも運よくペラ、日本もやっぱりそこはそういう飛行機扱ってるんで、ちょっと英語も喋れる方だったんですね。多分ね。なるほど。頑張って、ね。いろいろ重なったんですよ、ミラクルが。マブヤショップ復活希望です。やっぱりラッパリショップが入ればいいって。あ、作ろうじゃグッズ。和樹さんが。だからね。作ろう。作りたいね。お、ラッパリいるわ。ラッパリ来た。作ろう。いつもいるからね、隣にね。一応そうだね。一応、お利口さんしてるんですよね。うん、もう血でべちゃべちゃだけど、こっちも。まあまあいいや。生首だからね。そうだね。いろんなもの刺さってるね、最近。だからさ、わけわからんなってる。もうすごいです。ピコピコハンマーと日本国旗とかも。だからよ。
はい、まあ盛り上がったところで、うん、ここでちょっとあの曲紹介したいと思います、ブレイクタイムですね。山本喋ろうよ。なんでいいの？喋ろうよ。ちょっとネタ切れ感あるけど大丈夫。ああ、もっとあるよ、たくさんあるよ。でも私が今日曲持ってきたから、はいはい、これは聞かしたい、うん、はい。最近はね、まあ今日はちょっと暑いけど、うん、ね、肌寒くなってくると人肌恋しくなる、うん、人恋しい、ね、ちょっとちょっとなりますよね、はい、よそういう意味では、ね、そういう意味じゃない。なんかこういうこの曲を聴きたくなるんですよ、うん、まあ、今年は暑いですが、ちょっと暖かい曲、暖かいですが、今日は、まあ、あの毎年聴きたくなる、この時期に聴きたくなる曲を持ってきました。何ですか？はい、エゴラッピンのアラブソングです。グリーンじゃないんだ。そうでしょ、奇跡で来るかなと思ったけど。あ、ごめんごめん、はい、奇跡はありきたり。コメントを拾います。ラッピン、ちょっと時間、うん、コメント。あとはこれなんか音量が難しいですね。すげー、数字で上げなんだけど、これ、あの私が下げたりしてて、そしたら向こうも下げてる。中野町の和樹さん、あれ木曜日だっけって言ってますが、それは12月からですね。そうです、時間帯は。じゃあ今固定しておく、これ。あと、はい、イオさん初見です。そうだ、イオさん、ハロハロ。イオさん、初見ってよ。ハロハロ。はじめまして。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。ポッポー。雑。そういう、なんか、はじめ、なんか、あるさ、あの。あるよね。なんちゃらいいじゃら、メンソーレ、みたいな。これ前も言ってたよ。あ、いや、そうそう。あ、なんちゃらいいじゃら、メンソーレ。するからまた来てますね。あ、鶴さんから来てます。すみません、今日はノーブラですって。あの時のね、ノーブラか。やばいね、ノーブラで恩返しに来てるの。あの時のブラね。ありがとうございます。あの時のブラね。ノーブラしたらもう、舐めるしかないな。なんでよ。もうちょっと乳房以外全部びっちりタイツで着てたんですけど、びっちりタイツ。タイツを着て乳房を探して、ってかその部分を乳房って、あのここだけ隠れないって言って探してたんですけど、隠せるものありますかって。なるほどね。それで助けたんだ。今日忘れたか。ノブラがいいよ、やっぱり。あ、でも見えてないからいいっていうのはありますけどね。隠れてるから、うん、ね、パンツと一緒ね。ヤシがすごいわかるよ、ノブラって。へこんでるタイプのあれかもしれないです、乳首が。いや、多分突起だ。突起ってる。だからそれを、あの昨日、あの昨日とか先週の駐車場の下で、うん、あの坂口あんりさんの MVM の話。それでめっちゃ盛り上がって。で、もういいのずよ。これいいのかな、放送ダメだよね。大丈夫でしょ、だって。いや、なんかある部分がチェスの駒だっていう話をしてた。それポーンなの？こっちが要はチェスの駒で、俺は全然好きじゃないっていう。で、マッキーさんが言ってたの？え？いや、俺が言い出して、いや、バランスが悪いと。チェスの駒だ、バランスが悪くて、はいはい、こ、要はこ、ラジオ向きじゃない。コントどう言われても分からんけど、バランスがこうだから。ビショップとか、そうそう、だからビショップとビショップがいて、ビショップとナイトがいて、俺はその卓でチェスさせたくないっていう話です。高見、興奮しすぎて鼻水出てるけど。鼻水出しながら乳首について語ってるんだけど。いやいや、ごめんなさい。出すと、なんか、いいですよ、でも、はい、そのチェスの試合は俺は見たかった。見たかったって。それを言いたいんですよね、サウナのコールさん。そうそう、多分そうだ。それを隠すためにノーブラ。ノーブラできてると。あ、ってことアンリさん違うよ。何しに来てるバンリさん。いや、でもワッツァデイ、ワッツァデイ。なんて日だって言ってたもん。ワッツァデイ受けたやつだね。ワッツァデイ。明らかに意識してるからね。うん、すっごい下ネタ。行ってみて、あのギャグ。はい、あのギャグ行ってみて。なんて日だ。めっちゃ滑ったし、微妙だな。やっぱ本人がやるとダメだな。本人がやってももうすごいでしょ、やりすぎて。タイミングじゃない、やっぱり。タイミングに。もしやっぱりラッパリショップ、今コメントありますけど、ケインさんが。もしやっぱりラッパリショップをやるんだったら何作ります？ステッカー？まずステッカー。キーホルダー？キーホルダー。あと、T シャツ。抱き枕。あ、いいですね、抱き枕。一応なんか、やっぱり神社みたいな感じで、頭からなんか、口の中再生になって、頭からなんか、おみくじ引くみたいな。木彫りでいきたいね、そこは。あ、いいですね。木彫りで綺麗に。あえて 色つけます。色つけずに。色がつけずにだな。木彫りだから。あと何がいいかな、フィギュアも欲しいな、やっぱ、ソフビ。あ、でも種類が、だから、フチコさんみたいに、なんかかけれる、かけれるじゃないけど、なんか、口でなんか、コップにかけれるみたいな。耳か口かベロしかないよね。なんかそういうなんか食品も出したいな。食品、食品。ああ、ラッパリ肉を使った。ラッパリ
ラッパリカレーみたいな。あー、ラッパリカレーどういう意味ですか。口から出したらゲロですか。違う血液だ。あー、チーリちゃんみたいなの出しますよ、沖縄で。チーリちゃんみたいな。いや、ラッパリチーリちゃんはもう、もはやチーリちゃん詐欺ですけど。めっちゃ豚って後ろに電書いてある。もはや豚だから。いや、売れそうじゃない。あー、カレーはありかな。でも、だから絵を、正面の絵をどうするかってこと。頭からカレーを、はお玉を突っ込んでるやつ、まあ、そんなイメージだよね。ダメだな。ダメかな。いや、わかんないけど、なんか BPO とかに言われそうよ。さっきあるさ、緑色のカレーみたいな。いや、色じゃなくて、絵面がダメだ。絵面がちょっと大丈夫じゃん。食べる人食べるでしょ、美味しかったら。あ、やっぱりキャンディーとかペコちゃん的な売れは微妙ですか。これ食品に走ったら誰か管理者必要ですよね。うん、なんか食品衛生なんちゃら引いたらみたいな。できる？資格取ってきて。そっか、じゃあ食品なしで。なしでじゃん。やっぱ遊ぶでほしいな。そうそう、首と体別売りで。ああ、2つ買ったらちゃんと作れますみたいな。はい、いいんじゃん。最後の方思ったよりこの曲長いっすね。だからこんな喋っていいのかなって今一瞬思ったけど。結構喋ってるけど、いっぱい出てきそう。これやっぱりショップ。あ、ごめんなさい。はい、お届けしたのはエゴラッピンで「あ、ラブソング」でした。いいね、いい曲ですね。いいでしょう。続いてはエイビック紹介です。はい、今週も引き続きですね、ヨガの話。ヨガ白ヨガですか。ヨガ、そう、絶対言うと思った。誰かがもう言われたし。またなんかやってるっす。ヨガ全然進めてください。進めてください。俺もこの間まで白ヨガっつってたんだけど、はい、これ正式名称グスクヨガらしい。全然違うし。マジか。グスクヨガって今の今まで本当にマジか。なので訂正します。これからはグスクヨガということで、グスクヨガで、はい、宣伝していくんですけれども、はい、大盛況でした。おー、スーパームーン、回もあった。スーパームーン、ね、あ、スーパームーン見ながら、スーパームーンっていうのもあって、スーパームーン、前々回グスクヨガの時は100名ちょっとだったんですけど、すごい、前回は300名越して、やっぱ見える場所だし、オーバーして、へー、入りきれない人たちもちょっと出ちゃったぐらい。すごい、うん、へー。なので本当にまあエイビックとしては、音響のお仕事で行ってるんですけど、はいはい、まあもともと映像屋さんなんだけど、はい、このラジオがきっかけで音響の、声をかけていただいて、はい、まあいいきっかけですよね。あ、そうなんですね。ラジオがきっかけだったんですね。そうそうそう、どんどん広がりますね。すごい、音響してるんだって、ミキサーしてるんだったらできるんじゃんみたいな感じでノリで行ったんですけど、なので、次回がですね12月4日ですね。12月4日になるんですけど、那覇マラソン。あ、マジか。その日か、重なってる、がっつり重なってる。走った後ヨガして体休めた方がいいんじゃない。ね、朝のヨガなんだね。朝ヨガ、もう絶対やばいですね。運悪、朝ヨガして走ればいいんじゃん。あ、でも時間的に朝からだもんね、那覇マラソン。あ、そうなの。あ、違う、何時間ですよ。だから走ると早いです、朝集合がね。だって順番とかもあるし、ありますし。朝ヨガ何時からですか。7時半から。間に合うんじゃない。早っ。間に合うってか、グランド走りたくない。急いでヨガして、ヨガしてる、あれよりグランド走れたらいい。じゃあ急いでヨガして走ったら絶対記録も伸びるって。急いでヨガなんですか。ヨガのまず方法は急ぐことじゃないですか。そうだね、急いだヨガ。リラックスしちゃったらね。どっちかチョイスだな、じゃあ。そうだね。1日しかないんですか、その日しか。と、あともう残り2回です。2回、まだチャンスある。1月に、来年か。じゃあ那覇マラソン出る方はもう1回のチャンスをですね。まあでもその時会場に流す BGM とかもこっちで用意して持っていって。何流すんだろう。全部チャゲアスですか。やりたいけどさすがにそこはスーパームーンということで。スーラームーンですか。やりたかったんだけど、もうベタベタですけど。ベタだけど絶対わかんないけど、まあちょっとムーディーなムーディーな感じで、月のテーマにして曲いいですね。Fly Me to the Moon とかですか。そういうやつ。あ、いいですね。いいね、いいね。好き好き。入ってたムーンリバーとか。いいね。坂井のり子。違う違う。ああいうさぎ。ちょっと待って。っていう感じで BGM でも盛り上げていってますので、次回グスクヨガ
グスクヨガ、グスクヨガ、朝7時半からですね。お問い合わせは北中グスクの、ホームページなどもご覧ください、うん、はい、そちらに載ってると思いますのでよろしくお願いします。以上、エビックの紹介コーナーでした。ありがとうございました。はい、CM か。そうですよ、はい、え、ピチョンってピチョンってなったけど言えてみたなんか結構耳に響きますね、効果音が。中野町の和樹さんがまず LINE スタンプからだなって。あー、なるほど、いいですね。あれ売れるんだよね。ケインさんがやっぱりラッパリさんと MC 陣の似顔絵 LINE スタンプが出たら買います。へー、おー、あ、俺スタンプの絵とかはあれですけど、うん、スタンプの、こんなスタンプの絵を描いてほしいの間だったら出せますよ。なんか間ってこんな、え、こんなコースの絵、絵だったらスタンプいいんじゃないかみたいな。それアイディアとしてってこと？そうだね、描けないですよ。それ思った通りに描けるか微妙ですけど、うん、微妙な発言だな。意味わからないですか？うん、よくわかんない。なんか電気でビリビリしびれてるやっぱりラッパリのスタンプとかどうですか？書いてみてあんまり伝わってないからね。なんか骨がうこびび、はい、5、4、3、2、FM ギノワンから放送しております ABIC の ABIC リラジオ、今週のテーマは奇跡です。奇跡です。ぜひぜひメッセージ、コメント、メールたくさん送ってお願いします。はい、お願いします。アドレスが avic@fmginowan.com、 全部小文字で avic@fmginowan.com です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、奇跡、奇跡といえば、うん、私話していいですか？いいですよあの、うちわん出れたのが奇跡です、私。ああ、最近うちわんに、うちのナンバーワン。何がきっかけだったの？これさ、めっちゃ偶然だったすごいよ。もう、あの、うん、あけみさん、はいはいはい、アシスタントのあけみさん、はい、とバッタリ道端で会ったんですよ。バッタリ、バッタリ、バッタリ。そう、バナさんも一緒にいるときね、うん、いるときだったんですけど、うん、本当に数秒遅れてたら、うん、会えなかったタイミングでバッタリ出会って、そう、そう、全然興味なさそうな顔してる。それ聞いてるよちゃんと。本当に聞いてるよ。で、ね、お互い顔知らなかったら、うん、そんなね、出会っても素通りしてたかもしれないけど、うんうんうん、ちょうどね、私あけみさんにお会いしてみたいって思ってた時期だったんですよ、うん、で、あけみさんもなんか私はフェイスブックでこう見かけてたみたいで、うん、こう、うん、なんか会ってみたいって気になってた存在だったらしいんですよ、まあ、そこが繋がってたのがすごいね。 そう、ね、それで、会った時に、はっ、あけみさん、はっ、ひとみさんみたいな感じになって、うんうん、で、そっからもうすぐランチにありついて、うん、ランチにありついて、ランチにそうそう、あけみさんも同じことした。ランチにありつけた。こんなに早くありつけるとは思わなかったみたいな、はい、で、いろいろと意気投合し、はい、そうしてるうちに、まあけみさんがちょっと忙しくなっちゃって、うん、プライベートの方で、うん、で、まあ、ピンチヒッターというか、あけみさんが出られない時に、はい、ひとみさんお願いしてもいいって連絡が来て、あけみさんから、あけみさんから、はいはい、で、私本気だと思わなかったから一応興味があったもんで、うんうんうん、あ、ぜひお願いしますってやってみたいですって言ったら、うん、もう3日後ぐらいにタカさんから直接連絡、トントントンだ。もうびっくりしましたよ。テレビに出てるタカさんから電話ってね、はいはい、まあ、でもその日ちょうどちょっとタイミングが悪くて会えなかったんですよ、うん、まあ、うん、やっぱタカさんのことだから、うん、やっぱ分かりますよね、結構連絡が急なんですよ。今日どんなとか明日どんなとか感じで、うんうんうん、でもどっちも無理で行けなくて3回ぐらい、そう、3回ぐらい断ったんですよ。はい、はい、それでも4回目にしてたまたまタイミングがあって、うん、じゃあ今から会えますってなって、はい、それで出ることになって、へー、あれですよ、4回目ってすごいね。そうなんですよ、3回やったら諦めそうだから、諦めそうだからもうダメだと思ってたのに、うん、声かけていただいて本当にありがたいなと思って。嬉しいね。優しいんですよ、タカさん。俺は中に連絡なかった。同じことを言おうとしたんですよ。何がダメですか？絵面ですか？絵面もあるし、絵面汚いんだったらもう俺諦めますけど。あ、この噛みながらそれをスルーするのもすごいね。ここですか？今の噛むところがまず。いやいや、多分ね、タカさんは、うん、まあ根本的に
女性が好きなんです。そうですよ、そりゃそうでしょ。そうでしょ、俺られてテンション上がったらまずいでしょ。うちはもう諦めてますよ、もはや。だって出る部分がもうほとんどないんですけど、まあ何かのタイミングで一応、ね、常に狙ってるよね。俺たちはミニコーナー4コマとかでもいいですよ。別にコントでもいいですよ。はい、はい、ちょっとなんか合間のほんと何でもいいんで、うん、あればねいいですけどね、あった方がいいんじゃないですか。うん、あった方がいい。あ、企画作ってから。なんかみんなあった方がいいって言ってる。マジ、ほらすべてのオーディエンスの声だ。どっから聞こえます。企画作ればいいじゃないですか。企画作って、そうだね、作るか。会った時にこんなのあるんですよ。じゃあ聞いてもらってさ、タカさんにどんなのを、うん、あのちょっとミニコーナーとして、うん、こういうのなんか欲しいっていうのをちょっとあれば、だって無意味にただ送っても今欲しくないとか、別に今やられても困る、相手ないとか言われたら、聞いてみてもいいかもしれないですね。あのひとみさん頼りっていう。お願いします。ひとみさんから女性から言った方が響くんじゃないかなっていう。いい、どんなかな、ね、逆に新しいアイデアがあった方がタカさんのこのね、いろいろとアイデアが膨らむかもしれないから、とりあえずなんかのナンバーワンで。そうそうそう、あのマッキーも出たもんだって一回うちわに。そうだよ。あ、そっか、なんか出てましたね。うん、うん、あの子供しかいなかったの。そうそうそう。やつですよね。大人一人来たっていう。そうそうそう、ああの大声大会みたいな。ああ、大声大会。大声大会で男の男性一人、それも大人一人で、瀬坂まさきくーっつったら大人が出てくるんですよね。じゃあいいや。ケンさんが帰るみたいです。ケンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いつもギャラリーに遊びに来てくださって、ね、ケンさんもいいこと言ってるよ。何、今夜のテーマ奇跡といえば、この番組に、はい、出会ったこともそうですが、沖縄ビューティーなひとみさんをはじめ最強の MC 陣に出会えたことが奇跡です。ありがとうございます。あとで2000円あげます。なかなか帰ったけど戻ってくるはず。沖縄ビューティーなひとみさんをはじめだから、だいぶひとみさんが、あ、嬉しい、ありがとうございます。待って、でもなんかちょっと気になったのは、もうひとみさんを始めて、もう俺は走られましたよ。走られた。もう走られました。これ懐かしくない？最初の頃よくこんなことあった。ああ、よくや、仲間たち。あったね。ムツゴロウさん役でしょ、ひとみんな。私が。そうそう、言ってた、それ。懐かしいね。懐かしいな。そのいじり最近ないけど。ないな、最近。さすがにへこむからね。まったく持っていこうぜ。そうだね、だからちょっと、松島智子さん的な立ち位置で、俺らがちょっとじゃれるってどうですか。もう首2回ぐらい噛むって。あ、いいね。流血ありなんだ。じゃあ鬼だけどね、その意地。却下。はい、そうですね。はい、じゃあ。じゃあ。そうそう、だからね。だからこの、まあちょっと話戻るけど、そうですね、あのピンチヒッター程度だと思ってたのに、うん、アシスタント3人目として、平等に今、うん、すごい、本当に依頼いただけてるっていうのは本当にありがたいなと思って。いいな。だからどこでつながるかわからないから、分からんよ。やっぱり誠実にね、素直に生きてる方がいいなと、すごく自信になりました、ね。なるほど、うん。素直に生きてたの？素直だったよ。本当に素直に生きてたか？それ素直だった。俺も素直だけど。あの、多分の素直だ、まずだから、まず女性じゃないっていう視点で。いや、それは関係ないよ。関係ない、関係ない。私いける。ちょっとゲイとかホモ寄りの番組にしたら。いけるわよ。終わった、すぐだよ。うん、もうちょっと体鍛えよう。ちょっと双子になって出てきます、おすぎとピーポー。何キャラだろう、そこ、下半身だけ変えてね。どんなよや。確か。どんな番組よ。ジュニア、だから、本人はあれだけど、ジュニアは子供。お前も喋るな。喋るな。ジュニアとか言うな。コメント減ったね。名探偵コナン的なことです。あ、アニマ兄貴さん、間に合った。間に合った、ね、来たね。写真撮ってたし。前向きジャーンに行ってもらっていいですか。なんてここに報告するのかが分からなかったですね。俺たちも心配になるからね。一応ね、告知しますからね、一応最後に。アニマ兄貴のクールジャパン沖縄ですとか言いながら、いなかったら怖いから。ね、よかった、間に合って。はい、はいはい、まあそんなこんなでちょっと早めに CM 行きますか。行きましょうか。はい、一旦 CM でーす。いってらっしゃい。いやー、なんかいいな。ケンさんいっぱいコメント残してくれてる。ありがとうございます。車で聞いてくれる、ね、ありがとうございます。最後まで縛るよ。 CM 明けはケンさんとこのトップがっていうの。そうです、はい、トップがで、タイトルエコーなんで、トップが、はい、あ、この画像となんか合ってるの。あ、今言った感じがもうさーって感じ、なんか配達員って感じです ね。多分何かのそうな画像なんですけど、那覇マラソンは断念だって。あ、ケインさん
その代わり沖縄市で障害学習フェスに全力投球。あ、なんか仕事か何かで行けなくなったのかな、うん、マラソンみんな一応やろうってなってるから。てか抽選してますから、やりたいとしか当たらないとダメなの。そう、行きたいと思います。多すぎて抽選だったんですよ。はこれ沖縄県民の人たちに当たるってこと。いやってもう、いやいやいや、平等じゃないですか。これ県民優先でしょ。いや、それは知らないですよ、その抽選。それがよくない。1 OK。 四字熟語で遊ぼう。このコーナーは私ひとみん先生と一緒に四字熟語を学ぶコーナーとなっております。前回は、積算寸水でしたね。積算寸水覚えてますか。積算寸水、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 ひとみん先生。覚え方としては積算寸水。メガネかけた。お前が思ってる。今かけた。忘れてた。メガネが3人になるだろ。メガネキャラやめろよ。やばい、キャラがブレる。ひとみん先生食べれないからここでおしっこしていい。はい、座ってて。これうんこしようかな。始まるよ、ね、ちょっと。はい、積算寸水の意味が、はい、目線を高くすれば目下に見える山や川が小さく見えることでしたね。そうなんだ、はい、だったやし、先生が20代前半の頃ですね、友達が悩んでる友達を、まあ、ちょっと高い景色がいいところに連れてったことがあるんですよ。はい、ね、そうなんだ。まあ、なんていうのかな、こう高いところに登ると、うん、偉い人もどんなに偉い人でも小さく見える。はい、はい、言ってましたね。逆出してんだね。そうそう、悩んでることも小さく見えたりするかなとか、うんうん、ね、気持ちも楽になるかなと思って連れてったんですけど、はい、まあその友達がボソッと人がゴミに見えると出た。いや、人がゴミのようだ。そう、いやで、これがね、冗談なのか本当に病んでるのかわからなくて、どう接していいか、まあ、あのどう捉えていいかがわからなかった。あとセイキマスのメンバルスを唱えよ。バルスを唱えよ。そんな思い出がありますね。まあそんな話は置いといて。そうなの先生。このくだり何だったの。ちょっと嫌なこと思い出しちゃって崩れちゃいましたね。ゴミがゴミしか残ってないけど今の話。先生大丈夫かな。まあ、今日の四字熟語、はい、今日の四字熟語は、はい、何ですか先生。無限用法。無限用法、はい、漢字が無限用法の無は書きましょう、はい、夢、はい、そして幻と書いて幻、はい、はい、で泡と書いて陽。泡、はい、あ、山水に積むって書いて、はい、で影で方ですね。この夢、幻、泡、影、この4文字で無限用法と読みます。無限用法、無限皆さん、はい、この無限用法使ったことある方いますか。あります。え、そう、僕ない、はい、本当にこれは港でよく使いますね。港で、はい、あー、普段の発着場で使います、ね、あ、聞いていいですかそれ深く。あ、いいです、いいです。どういう意味です。まずは発着場から船が来る時側は無限っていうわけ、はい、でこっちでこのロープ受け取る側が用法っていうわけ、はい、この掛け合いがうまくいった時に初めて船がきれいに止めることができるっていう、はい、もっと言いやすい言葉あるだろう。無限用法。一人で言っちゃった全部。うん、不正解です。あら。漢字合ってないですしね。うん、漢字わかんない。むしろ漢字教えましたよ。山水に積むって言ったよね。山水に積む、あ、あ、山水に積むですね。積む、包む、あ、包む、あ、あ、俺ひらがなでつとむって書いてるし。山水にダメですね。わかんない先生。先生もっと怒ってよ。先生もっと怒ってほしいの。ひとみ先生、あ、ちょっと待ってね、心の準備が必要だわ。先生なんか、うん、危ないこと言うだからやめとくわ。黙ってて高見え。なんか、鴨志が危なかったんだ。あんまり度が過ぎるとチョーク飛ぶから気をつけてね。チョーク食べたい先生。先生も投げたチョーク食べたい。あ、ほらご機嫌。いた、うん。あ、美味しい。喜んじゃうわね、この子。喜んじゃダメでしょ。それ僕にも貸して。ちょっと待っとけよ。はい、テーマから逸れてますけど。逸れてますね。何でしたっけ、無限用法。はい、無限用法。ミスターの
皆さん無限用法使ったことありますかね。それともあそれかこの意味、あどんな意味だろう。無限用法永久脱毛何ですか。無限何ですか。まず漢字から連想してみてください。幻か夢か。夢は夢は泡と消えて影となる。おあ近い。そのまま、そのままじゃん。近いですね。夢は絶対叶わないんだよってことだ。ああ、そっか。なんとなくそんな感じで。夢は、わかった。夢を夢夢言ってたら叶わんけど、うん、それをちゃんと目標に日々頑張れば、うん、夢は叶うんだってあれだ。あ、うーん、急に、急に真面目に、真面目にこっち来たよ。それ授業中だろ。授業中だろ。あ、そっか。やっぱり結局、私は、やっぱり、それだけの関係の女だったなってことですよね。あ、近い。あ、多分もう私はさ、あの、まあそういう近い友達なんでしょって結局は。うん、私は、うん、気持ち的にはそうですね。そういう切ない感じかな。あ、じゃあ最近自分無限用法ってばみたいな。あ、今遊んでる彼氏、うん、男友達となんか無限用法みたいな感じなんだけど。使い方そうなのかな。違うか。まあそうだね。あ、そうなの。なんかあのサンチェスさん、サンチェスが、はいはい、言う、はい、そのまあ言ったら夢を、夢は、まあ、消えてしまうよという、はいはい、それに近いんですけど。近いんだ。うん、やった。まあ意味としてはやった、人生は虚しく儚いことの例えだそうですね。はい、儚い例え、まあ言葉の漢字の通り夢も幻も泡も影も儚く消えてしまう。それを人生に例えた言葉です。わかりやすい先生。無限用法薄いな。もう眠い。眠い。眠いですか。あちゃん、ビンタされたい。来なさい。あ、先生やめて。ちょっと来なさい。これ SM クラブ。儚い儚い。あ、よちよく、あ、俺またちょっと飛んできたよ。無限用法いいな、2本もいいな。無限用法。いや、このプレイヤー4本もちょっと投げられていいな。オプションつけたんだ。後でちょっと払うね。やめけど、ちょっと。まあ、少しおふざけが、ごめんなさい、あの、激しいようで。すいません、先生。ちょっと高いとか。まあ、サンチェさんの、漢字から連想する、はい、予想はすごく的確で、素晴らしいなと思いました。やった。はい。まあリスナーさん、まあ、コメントないですが。話難しいから。そうですね。まあ今日の、まずおさらいはしましょうかね。はい。そろそろ、はい、お願いします先生。うん、書きます。ノートにちゃんと書きますよ先生。無限用法、人生とは虚しく儚いことの例え。夢も幻も泡も影も儚く消えてしまう。それを人生に例えた言葉です。人生とは儚い、だからこそ大切に生きよう。そんな意味が込められている四字熟語です。夢はありますか。一度しかない人生、少しでも可能性があるのならその夢に進んでみましょう。大切な人の影もいつかは消えてしまいます。あなたの影もまたいつかは消えてしまいます。その一生を大切に自分らしく生きた証は消えることなくきっと人の心に残り続けるのでしょう。終わった。質問あるんですけど。マジか。そうそう、質問あるんですけど。質問はまた休憩時間にお伺いしましょうね。延長で質問があるんですよ。今日はここまで。皆さん、無限用法覚えましたか？今日もたくさん勉強になりましたね。では、次の四字熟語の授業まで、お楽しみに。先生。先生。先生、俺鳥になりたいんですけど。叶いますかね？ということで、ありがとうございました。ひとみ先生。うん、ちょっと緊張してましたね。あれですね。ただもっとボケたかったです。もっとなんかうまくできましたね。もっと遊びたかったですか？う
もっとビシバシ欲しいな、うん、あ、ほんと？三角定規とか物差しとかな、ね、でも分かりました、なんか分かりました、うん、こんな感じで進めたいらしいです、ひとみ先生は、はいはい、別、あ、別の人なんですね。はい、別々、でもひとみ先生、俺のことサンチェスさんって言ってたけど、だからね、どういう相手柄なのか急に大人になるから、はいはい、工藤新一みたいな感じになった、ね、あのサンチェスさんはね、ちょっと大人っぽいから、うん、こっちはふざけてましたよだいぶいい感じでふざけてました。俺高校ぐらいの設定でやってたけどな。あ、もっと下げた。俺は保育園。俺は保育園。どんな教室だよ。赤ちゃんだって。どんな教室よ。なんかもう初めてこうなっちゃったけどみたいな。離島の先輩みたいなって。保健の先生のイメージです。あ、イメージは。イメージは。ああ、イメージ。だからもう保健のなんかそうちょっと。ああ、そうだね。やらしいじゃないけど。うん。これしかなかったのよ。ああ。じゃあメガネ変えましたよね。だから前と。え、そうですよね。うん。だからちょっと別。うん。いいですね。ひとみ先生が言った。ひとみ先生だから。そう。そう。あ、じゃあ高校生。俺も高校生が良かったですよ。設定。もうなんかちょっと。別にどっちでもいいけど。俺が高校生やったら授業を潰すから。まあ。しかも席にも座ってなかったし。そうだね。ずっと立ちっぱだったけど。そうね。ずっと高校の時はね。なるほどね。なんか質問があるって言ってたけど。あ、だから、そう、鳥になりたいのは叶うのかなって。ああ、鳥になりたい。そう。まあ。人間として生きてるからには鳥にはなれないけど、幻でも鳥のように生きることはできるさ。鳥のように生きること、うん、あ、最後は儚く散るみたいな、まあ、違うから、あ、違うか、あ、違うか。なんでそう切ない話に持っていくの。そんな感じでしょ、鳥って。うん、鳥になりたい、まあだから恩返しができるってだけでも、それだけで、ね、鶴のように、うん、鶴のように、うん、あ、鶴のようにね。どこに繋げればよ。さっきの、いや、もう本当に何でしたっけ、無双、無限無限無限用法、もう全然覚えてないし、ごめんなさい、今なんか全然別の言葉、無限用法だよ。危ないですね。どうぞ。無限用法、私も初めて聞いた。いいね、次の授業も楽しみだね。ね、これどうやって使うんだろうね。さっきの今のやつだと思いますよ。さっきの不倫の、不倫じゃない、そうそうそう、その時に自分たちの関係マジ無限用法みたいな。ああ、そっかそっかって感じじゃん。なんか調べたんだけど全然出てこなくて、使い方が、はい、なかなか使う機会ないよね。あっという間にポテチが無限用法すぐペロ、そういう感じね。はかない、はかないみたいな。ああ、いいね、いいね。お客様大変申し訳ございません、無限用法でございますみたいな。えっ、もうさっきまで無限用法じゃなかったですけど。もう無限用法なんです。もう無限用法、大時間です。もうない、もうピピピピってなって、朝から並んでました。すいません、申し訳ございません。さっきの前までが無限用法じゃなかった。さっきでも無限用法だった。あー、あのプリン無限用法。違う違う違う、こんな感じですよ。あ、勝手にゴングが鳴って、いいですね、そのプリン。プリン無限用法です。プリン、俺はプリンを行列並んでるイメージでした。コンビニでしたっけ。じゃ分からないけど。俺は夜の街だったんだけど。あー、いいですね、そうしましょう。このコーナーいかがでしたかね、リスナーさん。なんか一応もうちょっと、もうちょっとねって、そうだね、いい感じに仕上げたいなと思ってますけど、ね、来月からリニューアルするから、このラジオ、それまでに、なるほど、がっちり楽しいコーナーにしたいですね。はい、まあ時間が余っちゃったが、奇跡の奇跡、奇跡について、奇跡、俺言っていい、うん、私、はい、いいですよ。まずみんな大事なこと忘れてるよ。なんで、何、今ここでこのメンバーとラジオしていること、リスナーさんがラジオを聞いてくれているこの時間が奇跡だということを、私たちは選ばれた人間ですよ。ちょっとなんか、そうだよね、そうだよ、やっぱり言うと思った。だってそうさ、なんか男女が出会う確率も7000兆分の1みたいな、うん、え、そんなに少ないんだ日本では。日本です、日本では、日本国内で男女が出会って結婚する確率ですよ。え、そこで、またね、はい、精子がヒューっていって、はい、受精して、はい、我々ベイビーが誕生して、うん、それも奇跡だし、高見がお前も奇跡なんだよ。そうですよ、そう、これ奇跡の塊ですよ。え、これは奇跡です。外に出て、はい、風がふーって吹くやし、はい、その風が頬を撫でることも奇跡なんですよ。なるほど。あ、夕焼け綺麗だなって思うことも、うん、クーネル歩くことも、うん、全部が奇跡なんだよ。そうだよね。それを日々感じながら生きていこうじゃないかって、うん、なるほど、素晴らしい。このラジオも、うん、無限法要のようになくなる可能性もあるね。両方ね、両方ね、両方ねのようになるかもしれない中、うん、泡のようにちゃんと残ってて、うん、いいですね。取ってつけた感が半端ない。あの、思いが強すぎてうまく言ってなかった。パブロ君の犬みたいになってるからな。え、なんて？
やめて。なんでもないです。これも奇跡ですよ、皆さん。そうだ。花見が言ってることがわからないことも奇跡です。いや、だから無限法要、用法か。ほら、サロのお兄さんも、奇跡の人って。あなた、奇跡の人って。あ、なんかあったね。奇跡の人。あれでしょ、ドラマですよね。あ、なんかドラマありましたね。山崎正義のですよね。あ、運命の人だな。あ、それだ。運命の人でしょ。っていう。あれあれだ。あ、あれは違うや。天国に一番違うってことだ。ああ。違うやん。私もそれ思っちゃった。みんな奇跡だよ。そうだよね。そうだよ。この人いること自体は奇跡なんだよ。そう思う。なんか、なんだかんだ言って、やっぱこれでよかったなって。そうなんだよ。最初もだから、うん、ラジオもね、もっと大人数でやる予定だったけど、あ、そうですね、結局この4人。これがいいんです。4人でも多いけどね。トラベル4人でも多いんです。トラベル番組でしょ。予定は。最初はね。なっちゃうかもしれなかったけど。ほんとよかった、ね、毎週毎週誰かがインドネシアとかねシンガポールとか行って、うん、はい、それをお伝えしようっていう番組だったけどね、ほんとはそうなりそうだな、旅費も大変だしね、そうだね、そうですね、心がいい形に収まったんだよ、うん、うん、まあトークバラエティ番組聞いてないことになりましょう、この話は楽しいかな、ね、こうやってラジオ聞いてくれる方もね本当にあの、うん、ずっと変わらず応援してくださる、同じ時間をね共有してくれてること自体も奇跡なんですよ、本当ありがたいですね、ありがとうございます本当に、はい、ということでエンディングに近々でまいりました、ちょっと真面目だったよ、すごい真面目ですね今日もたくさんのコメントありがとうございました、ありがとうございました、はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション有限会社 AVIC、片解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました、はい、今週最も面白かったリスナーさんに送るびっくり賞の発表なんですが、はい、まあ、今週のびっくり賞は私が決めていいですか、いいですよ、いいですよ、ケインさんにあげたいと思います、これやりたかったのにすいませんね、まだ言葉言ってないです、まだ言ってない、まだキーワードの言葉言ってない、まだ言ってないです、印象に残ったこの言葉、はい、私が発表していいですか、はい、今週のびっくり賞は、タイミングは難しいな、ケインさんです、いやケインさんです、そっか、ギリギリまでいてくれたからね、ありがとうございます、だからね、そうだね、ケインさんありがとうございますね、若干20秒ぐらい過ぎてたけど、うん、もう俺たち気づくまでずっと手振ってたから、ね、ああもうギリのギリまで、あのさっきもね木曜日に変わるんだよねって聞いてて、うんうん、はい、あの変わっても聞くからって言ってくれて、ありがとうございます、本当にありがとうございます、ケインさんおめでとうございます、うん、もちろんサロの心さんもいつも面白いコメントありがとうございますね、今日のびっくり賞の方に、はい、プレゼント何ですか、あるんですよね、何ですか、あれないんですか、米でもあげるか、米でもあげる、うん、まだ決まってないってことですね、そうなんだ、米もらえるってみんなどっさり来ますよ、人米ほんと欲しいですね、石川県産のお米をあげます、ほんとに、うん、すごいよかったね、ケインさん、うん、あ、じゃあね、来週ぜひぜひ、あ、そっか、じゃあわかりました、ギャラリーで受け渡しみたいな、触られるですか、あのセメント袋くらい友達から送ってやば、今度30キロ、それこそ鶴の恩返しみたいな、まさに僕らが欲しいです、あ、持ってきてる、あ、どうぞ、後から開ける、え、嬉しい、はい、じゃあ今週の視聴者プレゼントは、うん、ビデオダビングから、あ、ビデオダビングのどうしたどうした、あれ、AVIC 商品券1000円分を3名様にプレゼントします、はい、希望の方は avic@fmgino1.com 全部小文字で avic@fmgino1.com までお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください、はい、そして、うん、何ですか、次回のテーマのお時間です、呼んでみましょう、はい、やっぱりやっぱりさーん、こんばんは、先ほど助けてもらった鶴です、嘘つくのは鶴じゃないだろ、ほら怪我してるでしょ、頭邪魔だよ、頭っていうか体がないんですけどなんかいろいろ刺さってる、なんか邪魔だな、これ邪魔くせえな、邪魔くせえ、これ全部取ろう、ボケもいじってもらえないし、早く引け、はい、早めに引きましょうか、じゃあ引きます、ベリって言ってたよ、あ、また黒い人参出たわ、これなんでよっちゅう黒い人参しか用意してないの、知らねえ、黒い人参が出たということは次回のテーマ金曜日です、はい、金曜日にまつわる話をチェケラしちゃってください、戻すよ、じゃあこれどうぞ、なんで黒い人参しか持ってないの、金曜日ラストだね、来週、あ、そうだね、だから本当に寂しい、悔しい、
寂しいね。ポケプリン。ちょっとプリンみたいだったね、今ポケモンの。チョキプリン。まあでもラッパリさんさよならではないんだけどね、うん、さよならではないよ、まあ、さっきラッパリが言ったように、はい、あのこの A ビックイラジオ、うん、金曜日から移動します。移動します、はい、いつからですか。木曜日に変更になりますね、うん、時間はそのまま、うん、夜7時から8時までの1時間となっております。はい、ね、いつも金曜日聞いてくださっていた方、うん、木曜日でも聞いてくれますかね。聞いてください。ただちょっとだけ心配ですけど、はい、でもあの変わらずあのこのねわちゃわちゃ感は変わらず、うん、でもレベルアップして皆さんにまたお届けしたいなと思っております。1日からね。そうですね、あと12月1日から。来週はまだ金曜日です。そうなんです、来週が最後だ、うん、はい、ということで、はい、次週のテーマ金曜日いっぱい送ってください。はい、お送りしたのはバナとヒタミンとサンチェスとミータカリでお送りいたしました。ということでこの後はアニマン兄貴のクールジャパン沖縄でございます。周波数はそのままで引き続き FM ギノアをお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。セイグッバイ。セイグッバイ。よし、週末は元気よ。ハブナイスウィーケンド。